ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、最近、山形県で起きた観光バスと電柱の間に女性バスガイドが挟まれ死亡した事故があったわよね。ああ、観光バスと電柱の間に女性バスガイドが挟まれ死亡した事故だな。運転手が逮捕され、警察が事故の原因を調べているな。バスガイドさんが電柱とバスの間に挟まれるなんて辛すぎる。運転手は、自動車運転死傷処罰法違反の疑いで現行犯逮捕。容疑を過失運転致死に切り替え、任意で捜査を続けているな。容疑を認めているそうだぜ。何があったのかしら？警察によると、不注意や合図の見落とし、アクセルとブレーキの踏み間違いなど、あらゆる可能性が考えられるとのことだが。だが？ガイドの女性は、勤務歴15年。前職も他社でバスガイドをしていた。ガイド歴は長く、何に対しても誠実で一生懸命で、会社のために何でもやろうとしてくれた社員だったそうでな。すっごい真面目でやる気に溢れた素晴らしい人だったのね。会社の人によると、自主的に観光のガイドに役立つ検定を受けて、会社の知らないうちに資格を取っていたりする、本当に意欲的なバスガイドさんだったそうだ。バスガイドの鏡のような人だったと。ああ、だから、会社の方は次のようにも語っていたぜ。今回もしかすると、自社のバスを傷つけまいと身を挺していく文化中に入ってしまい、こうなってしまったのかと思うほど、それを考えると言葉がない。身を挺してですって、運転手に何か問題が？いや、勤務歴は21年。以前はトラックの運転手をしていたそうで、健康にも問題はなかったし、アルコールチェックも問題なかった。じゃあ、何があったのよ？バスにはバックモニター、マイクもついていたんだが、出発する前日までの整備では異常はなかったしな。急に故障したとか？どちらかが壊れることはあっても、両方が一遍に壊れることは考えにくいよな。確かに。あ、そういやさ、バスガイドさんって、バックの誘導するときって笛でピピって運転手さんに知らせてない？笛は持ってなかったの？ああ、以前は笛を使っていたが、騒音で苦情が来るようになり、事故当時は笛を使わずに誘導していたそうだ。笛の音ぐらいで苦情言っちゃう人がいるってか？安全のためなんだし、すぐ終わるんだから気にしすぎだってばさ。まあ、具体的な部分はわからないのでなんともだが、どこでドライバーが事故に気づいたのか、気づかなかったのか、なぜガイドの女性が挟まれてしまったのかが一番知りたいところだな。そうね。そんなバスガイドさんの鏡のような人が犠牲になるなんて、ちゃんと真相を明らかにして対策考えないとね。だな。では、今回はそんなバスの悲惨な事故について一気見で振り返るとしようか。私もちょいちょい観光バスにはお世話になってんのに恐ろしくて乗れなくなったりしない？それを言ってたらこのチャンネルの趣旨からして何も話せなくなるだろ？そっか。じゃあ、よろしくお願いするわ。ねえマリサ、電車の旅もいいけど、たまにはバス旅行なんてのも行ってみたいわよね。バス旅行か、観光バスだと運転もしなくていいし、移動も楽でいいよな。そう。荷物を車内に置いていけば手ぶらで観光できるし、最近はいろんなツアーがあって日帰りとかでも結構楽しめるらしいわよ。観光や食事がセットになっているツアーなんか行ってみたいな。そう、美味しいもの食べてのんびり観光。行きたいな。じゃあ、今回の動画では、1956年に起きた長浜町バス転落事故について紹介するぜ。はい？嫌がらせなの？っていうか、結構昔の事故だね。それにしても、転落事故ってまた普通じゃないというか。経緯としては、海沿いの国道を走っていた路線バスが、原因不明の転落によって海に落ちてしまったというものだ。原因不明？当時は低気圧の影響で凄まじい強風が吹いており、またその風のために海が荒れていて、国道まで達した波が路面を洗うほどだったという。そして、事故によって乗員乗客が全員亡くなっているせいで、事故が起きた時の当事者の証言なんかも残っていないんだ。それどころか、目撃証言すらなかったからな。まあ、波が道路に到達するほどの悪天候で、わざわざ海沿いの道を車で走るってなかなかないもんね。なので、バスがどのように道路から転落したのか、その理由や経緯を特定することができなかったんだ。高い波によってバスがさらわれてしまったのかもしれないし、強風に煽られて制御を失ったのかもしれないし、波しぶきによる視界不良で運転手が道路を踏み外したのかもしれないし。理由がわからないんじゃなくって、いろんな可能性が考えられるという意味の原因不明ね。というかさ、それくらいの悪天候なのに、よく平気で海沿いの路線バスが走ってたよね。一応、当時としては風速25メートルを超えたら運休という基準はあったらしい。ただ、実際に運休するかどうかの判断は、各運転士に委ねられていたという。
実質、個人の判断で運転の可否を決めているような状況だったってことか。また、当時は今とバス会社の仕事形態が結構違っていてな。作業報告なども緩かったので、このバスが転落事故を起こしたというのは、事故後もなかなか発覚しなかった。乗客の消息が不明だ、という通報を受けて警察が捜査を開始する方が早かったという話もあるくらいだぜ。まあ60年以上も昔の事故ってなるとね、働き方とかも、今とは全然違ってくるだろうし。この事故がきっかけで、管内のバス事業者には再発防止のための様々な安全対策が課せられるようになったそうだ。ともあれ、実際の事故の概要を見ていくことにしようか。まずは、事故が起きた場所や当時の気象状況についての説明からいくぜ。1956年1月28日午後8時頃、愛媛県北郡長浜町串尾村の三井市海岸近くにある道路で、路線バスが海に転落するという事故が発生した。なお、事故発生場所の名称は当時のもので、現在の名称に直すと大洲市長浜町串尾の国道378号ということになる。事故が起きた時刻が午後8時頃って曖昧な感じになっているのは、やっぱり事故の瞬間を認知している人が誰もいないからかな。そうだな、路線バスの運行スケジュールなどから、おそらくこの場所に差し掛かったのはこれくらいの時間帯だろうと推測したことになる。さて、この国道378は瀬戸内海西部の海域、いわゆる伊予灘と呼ばれる海に面していた。灘っていう感じからして、水を意味する部首の山水に難しいって書くから、結構荒れやすい海のような印象を受けるけど。そうだな、定義としては海流と潮流が速いところまたは風浪が激しく航行が困難な海域を指す言葉だそうだ。うわぁ、やっぱり、多数の船舶が行き来するエリアということもあり、昔から海難事故がよく起きていたらしい。もちろん、すべてが海のせいというわけではなくて、不注意やヒューマンエラーから来る衝突事故なんかもあるんだが。この日はとにかく天気が悪かった、という話だったね。ああ、北海道付近を進む低気圧の影響で、愛媛県南部ではかなり激しい風が吹き荒れていたという。この日の夜11時頃には、近くの測候所で1922年に開設されて以来、最も高い平均最大風速瞬間最大風速の値が出たという話もあったくらいだ。少なくとも、ここ30年近くはないレベルの猛烈な風だったと。この過去最強クラスの強風の影響を受けて、伊予灘は大しけとなっており、また高い波が立っていた。波が道路まで届いて、地面を洗い流すって話だったもんね。さて、これほどの悪天候に見舞われた当時の伊予灘だったが、当時路線バスを運行していた伊予鉄道、現在でいうところの伊予鉄南予バスは、通常通り営業を続けていた。無茶だって。誰か一人でもやめておこうってなんないもんなのかな。事故のあった路線バスは、愛媛県西宇和郡保内町磯崎から北郡長浜町長浜まで、全線にわたって海岸線沿いの県道を走るというものだった。ただでさえ荒れやすい伊予灘なのに、ずっとその側を通る道路を走るって、その時点でなんかもうフラグがビンビンというか。余談だが、現在の国道378号はちゃんとこの伊予灘の海面から距離をとって、高い場所を余裕のある道幅で通しているので、危険はないそうだ。だが、当時は伊予灘が荒れると必ずと言っていいほど波が道路にまで到達するくらいには、低い位置を走っていたという。つまり、今回の事故が起きた時だけ、特別波が高かったんじゃなくて、道路の路面を高い波が洗うというのは、当時の伊予灘沿いの県道としてはそこまで珍しいことではなかった。なんかもう、突っ込みどころが多すぎる。ただ、それにしてもこの日の波の高さは異常でな。事故が起きたのは満潮に近い状況だったこともあって、道路の反対側にある山側にまで、波が到達するほどだったそうだ。いやこれ、普通に自然災害クラスの高波じゃない？歩行者とか余裕で海に持ってかれるやつでしょ。また、この県道についての話に戻すと、道幅も 4.5 メートルとなかなか狭かったため、バスのような大型車両でここを運転するというのは、かなり難易度が高かったと言われている。なので、この路線バスの運転士を任されるのは、経験豊富な職員ということになっていたとのことだ。伊予灘がなかったとしても、普通に事故りやすい道だったわけね。その上で、過去最高クラスの強風が吹いていたってか。ただ、冒頭でも述べた通り、路線バスを運休するかどうかというのは運転士に判断が委ねられていた。運転士さんの責任が重すぎるでしょ。いや、その運転士さんが先般だって意味じゃなくてね。言わんとすることはわかるぜ。現代では、人はミスを犯すものだという前提で、もっとわかりやすい客観的な基準が組まれているものだからな。運休は運転士の判断でってことにしちゃうと、事故が起きた時は運転士の判断が悪かったことになるし、
かといって運休にするとなんでこの程度の天気で運休にするんだって、怒ってくる客とか上司とかがいそうだし。悪天候や自然災害が理由で公共交通機関が使えなくなるというのは、そこで働く職員にはどうしようもないことなんだけどな。未だに運休で駅の職員さんにキレてるおっさん、ちょいちょい見かけるよね。私が駅員なら一生乗ってもらわなくて結構ですって言ってやるわ。と、少し話が逸れてしまったが、伊予鉄道の運転士は普段通り、県道の路線バスを出発させた。バスは道中にある泉町の停留所までは問題なくたどり着いて、次の目的地である串尾村の停留所に向けて出発するんだが、その目的地にたどり着くことはなかった、というわけだね。そういうことだ。メディアによって差はあるが、この泉町の停留所を出発したのが、午後7時40分から55分頃だったとされている。だから、そこからバスが海に落ちたとするなら午後8時頃になる、と。串尾に向かうまでの海岸沿いの県道は、それまでにも増して危険な状況だったそうだ。バスの転落した位置からすると、おそらくもう少しで串尾に着くかどうかというところで、海側に突き出た三井市というカーブから転落したとされている。ただでさえ荒れやすい海が、さらに数十年に一度クラスの超強風に見舞われて、夜の暗闇と波しぶきで視界も最悪、それに加えてカーブカー。転落の原因はわからないと言ったが、むしろこれほどまで転落の要因がゴロゴロと転がっているのも珍しいよな。さて、繰り返しになるが、この路線バスの転落事故が発覚したのは、事故が起きてからしばらく経ってからのことだった。事故の生存者もいなければ、目撃証言もないってことだったね。まあ、前例がないくらいの悪天候ともなれば通行人もほとんどいないだろうし、肝心の事故車両も海に落ちてしまったから、事故の痕跡も残っていなかったんだよな。それでも、普通はその路線バスを管理しているバス会社が気づきそうなものだけどね。この時間にこの停留所に泊まるはずのバスはどこに行ったんだ？ってな感じでさ。先に、当時の伊予鉄道の路線バスの営業形態について少し触れておこうか。運休の判断が運転士に託されていた、というのはすでに述べた通りだが。何度聞いてもおかしいと思っちゃうな。実際に運休を判断した場合は、運転士が自ら営業所に届け出をすることになっていたんだ。だが、当然事故当日夜に運休の連絡はなく、このため営業所も通常通りバスを走らせているものだと考えていた。そして、事故の発覚が遅れてしまった大きな理由として、当時はまだ終了報告のような仕組みがなかったんだ。つまり、その路線バスが予定通りに最後の目的地までたどり着きました、みたいな情報共有をしていなかったと。この時代は、そういった情報共有による事故や不測の事態の予防というのが、そこまで当たり前ではなかったということだな。ただ、運転士がその日の仕事終わりに日報を書いて、それを営業所に届けるということにはなっていた。それが実質、何かあった場合の情報共有の手段にもなってたのかしらね。でも、それなら運転士が日報を届けに来ないということで、事故が発覚しそうなものだけど、実はここにも落とし穴があってな。またかいな。通常、この路線の夜間の運行に関する日報は、最終目的地である長浜にあるバスの車庫にそのまま置いておくんだ。で、翌日の最初の長浜発の路線バスが、それを営業所まで持ってくるという運びになっていたんだよ。まあ効率って意味ではいいんだろうけど、情報共有という意味ではだいぶずさんっていうか。で、事故翌日の29日の朝になって、最初のバスの運転士が前日分の日報を探したんだが、なぜかどこにも見つからない。ここで、ようやく事故の存在が発覚したのかな？いや、この運転士はおそらく前夜は運休したんだろうと判断したそうだ。何せ、前例がないくらいの悪天候だったからな。アンジャッシュのすれ違いコントを見てる気分だわ。その後、この運転士が長浜を出発して、営業所に到着したところで、ようやくこのすれ違いが明らかになった。つまり、営業所の方は運休の連絡がなかったので、前日夜のバスは予定通り運行したと捉えているが、朝一番のバスの運転士は日報がなかったので、前日夜のバスは運休したと思ってたってわけだ。そういうことだ。そして、その実態は前日夜のバスは運休はしていなかったが、しかし長浜には到着していないというものだった。ここでようやく、何やらトラブルが起きているらしい、ということが知れ渡ったが、ようやくその段階か。だが、この時点ではまだトラブルの内容までは把握できていなかったこともあり、警察への通報は保留となった。一方その頃、前日夜のバスの乗客の中に、地元の中学校の教師の方がいてな。この乗客は、普段から学校と自宅の往復にこのバスを利用していたんだが、朝になってもその先生が出勤してこない、という別の事件が発生していたのね。そういうことだ。これを不審に思った地元中学校の校長は警察に連絡して、普段利用しているバスの路線の確定遊女を調べてもらっていたんだそうだ。
すると、どうやら前日夜のバスが一つ前の泉停留所を出発したことは確認できたが、釧路の停留所には到着していないということが明らかになった。バス会社が事態を把握するより、一般市民からの通報で事態が発覚する方が早かったわけだね。この時点で、路線バスは泉釧路の間で行方をくらませているということが確定した。それから間もなくして、その二つの停留所を結ぶ県道から見える伊予灘の海の中に、バスの一部とおぼしきものが確認された。ここでようやく発見か。一晩中荒波に揉まれ続けたバスは、落下時の衝撃も合わさってか、もはや原型をとどめないほどにバラバラになっていたそうだ。その部品のほとんどは岸辺に打ち寄せられていたが、一方でこのバスに乗っていた乗員乗客の姿はどこにもなかった。ここからは、地元の警察や消防団員の方々による連日の捜索活動が始まるんだぜ。申し訳ないけど、さすがに生存の可能性は限りなく低いよね。まあそうだな。事故翌日の捜索では、乗客の方の遺品がかろうじて見つかるといった程度の進捗しか挙げられなかった。その後、潜水士や地元の漁協の方々も捜索に加わって、翌2月4日までに乗客7名と運転士1名の遺体は見つかったんだが、残念ながら、車掌の遺体は最後まで発見されることなく、捜索は打ち切られることになったそうだ。おう、また、事故当時はもう一人、遺体の見つかっていない行方不明の乗客がいると報じられていたとのことだ。だが、この乗客の存在というのは、あくまで停留所で見かけたという一般の証言に基づくものでな。それだけでは必ずしもこのバスに乗っていたとは限らず、また行方不明の届け出なども出されていなかったので、最初からバスには乗っていなかったものと判断された。つまり最終的な行方不明者は車掌さんが一人、あとは存在しない乗客かなんとももにょる結果だね。当時はメディアもまだ、今ほどには事実関係を重視していなかったんだろうな。一応、地元紙はこの事故被害者の人数変更を報じたそうだが、全国紙は、事故当時に報じられた遭難者は運転士、車掌、乗客8名の計10名という情報を報じたのみで、その後の行方不明者1名に関する情報の訂正や変更などは行わなかった。このため、今でもこの長浜町バス転落事故の犠牲者の人数に関する情報というのは、メディアによってブレがあるそうだ。なんか不気味に感じてしまうわ。ともあれ、事故が起きた時に一番大事なのは、二度とその悲劇を繰り返さないための再発防止策だ。今回の事故を受けて、伊予鉄道はその路線バスの営業形態について、大きく見直さなければいけなくなった。運転士がバスの運休を判断するだとか、事故の翌日までそれに気づかなかったとか、結構突っ込みどころが多かったもんね。管理体制がずさんだったのではないか、とかなり批判されたらしいな。余談だが、運休判断については、当時の社長が運転士は自分の身が可愛いから、そう事故を起こすものではないと鷹をくくっていたと自制しているとのことだ。おいおい、なんともまあ、無責任というか、時代だな。また、安全性の確保がおざなりだった点については、戦後の伊予鉄道が急速なバス路線の拡張を進めていく中で、どうしても安全対策が後回しになってしまっていた、という事情があった。これについては伊予鉄道ばかりの話ではなく、当時のあらゆる事故に共通している背景だよな。とにかく需要の急増に対応するのが最優先で、安全は二の次って時代だったんだもんね。ともあれ、当時の運輸省は伊予鉄道に対して業務改善命令を出すんだが実は、この年の2月、4月、6月にもそれぞれ死者重軽傷者を出すバスの転落事故が続いてしまってな。何してんの？5月時点で労働省から特別管理指導事業場に指定され、安全の教育や管理などの面で総合的本格的な改善を必要とする企業だ、と名指しされてしまったんだ。さすがにこれを受けて、伊予鉄道も本腰を入れた事故防止改革を進めていくことになる。事故を起こす前にやっときなさいよ。具体的な内容としては、運転士増員による各個人の勤務時間の短縮などの負担減、バス発着時刻の記録や確認報告を行う連絡所の設置等だな。実は、この対策が行われる前の伊予鉄道では、過去3年6ヶ月の間201件の事故が発生し、201名の死傷者が出ていたんだが、過去のどこかの段階でちょっとうちやばいなって思わなかったの？ともあれ、この一連の対策を受けて以降、伊予鉄道のバス事故は大きく減ったとのことだ。また、この長浜町バス転落事故を受けて、愛媛県警察本部が県内のバス事業者を対象とした事故防止対策協議会を開催することになった。他にも、高松陸運局が管内のバス事業者に対して警告を発し、事故再発防止のための安全対策について指示を行ったとのことだ。今の公共交通機関の安全は、こういう過去の事故の教訓によって成り立っているんだね。ともあれ、今回の動画はこの辺で。ねえマリサ、マリサはバスに乗るときどこの席が好き？
私はね、一番後ろの席で後ろを走ってる車とか景色見るのが好き。私は別にどこでもいいが、なんで一番後ろなんだ？とね、あんまり意味はないけど、前見てると、マリサがいつもおっかない話ばっかするから事故とか怖いし、後ろなら席が広くて窓も大きいじゃない。ははは、そりゃすまん。では、今回の動画では2022年に起きた静岡観光バス横転事故について紹介するぜ。おい意地悪にも程があるでしょうが。っていうか、結構最近の事故じゃない。一体何があったの？事故の経緯としては、名前のまんまだな。富士山5合目まで行く日帰りツアーの参加者を乗せた大型観光バスが、県道を走行中に制御不能状態に陥ってしまい、横転事故を起こした。この事故で乗客1人が亡くなったほか、6人も重傷者を出すというかなり悲惨な出来事だったんだ。おお、それにしても、普通の県道で制御不能状態に陥るって、一体どういうことなのよ。逮捕された運転手の供述によれば、ブレーキが効かなくなったとのことだが。ブレーキが効かなくなった？なんか怪しい。ただ、事故現場の道路にはスリップ跡などが残っていた。事故の調査でも、運転手は実際にブレーキペダルを踏んでいた。それ自体は確かなことだとわかっている。にもかかわらず、とある現象によってブレーキが効かなくなってしまったんだよ。運転手はブレーキをちゃんと踏んでいたけど、効いていなかった？今回の事故が起きたのは、運転手の技量不足ももちろんあるにはあるんだが、それ以上にこのとある現象によるところが大きかった。この恐ろしい現象は、観光バスなどの大型車両だけではなく、一般的な自動車やバイクの運転などでも十分に起こりうることなんだ。そりゃやばい。普段から車を運転する人は、ぜひ注意してみてほしいところだね。また、今回のバスを運行していた事業者は、貸切バス事業者安全性評価認定制度で三つ星評価を受けていてな。この事故は、同制度で三つ星評価を受けた事業者が起こした初の死亡事故となってしまったんだ。それだけに、こう起こしたことが世間に与えたショックも大きかった。そんなことなっちゃうと、その安全を保障するための評価制度に対する信頼そのものが揺らぎかねないよね。事故の理由やその反響など、話すべき点も多いところだが、まずはいつも通り、そもそもの事故の経緯と概要からかいつまんで紹介していこう。2022年10月13日午前11時50分頃、静岡県寸東郡小山町須走の県道、富士山須走口の5合目に至る区間、通称富士あざみラインでその事故は起きた。東京に本社を置く大手旅行会社クラブツーリズム主催のバスツアー参加客を乗せた大型観光バスが、走行中に制御を失ってしまってな。ブレーキが効かない状態になったバスが、道路脇の斜面に乗り上げて、そのまま横転してしまったんだ。普通の自動車でも横転は危ないけど、観光バスのような大きな車が横転したってなると、衝撃もかなりでかそうだよね。ツアーの内容としては、埼玉県西部から出発して富士山5合目まで向かい、その日のうちに帰ってくるというシンプルなものだ。事故が起きたのはツアーの折り返し、5合目から下り坂を下ってからわずか 5km 未満、走行時間にして10分ほど経過したところだったという。出発してすぐに事故が起きたのね。下り坂を下っている最中に、車体が左右に蛇行するダッチロールと呼ばれる状態になり、サイドブレーキを引いても状況は改善せず。経験豊富な添乗員が、すぐさま乗客にシートベルト着用の指示を出して、少しでも被害を軽減しようとしたが、事故の被害規模はどんなものだったの？観光バスに乗っていたのは34名の参加者と、運転士添乗員を含む計26名だった。今回の事故では、70代の乗客女性1名が命を落としたほか、メディアによって数にばらつきはあるものの、6人の重傷者を含む26から35人の負傷者が出たそうだ。中には、腕や指を切断する大怪我を負った人もいるらしい。うわぁ、もうほぼ全員、何らかの被害を受けているじゃない。運転手の男性は、過失運転致傷の容疑のためその場で現行犯逮捕された。冒頭の繰り返しになるが、ツアー企画元のクラブツーリズムによれば、運転手は事故の理由についてブレーキが効かなくなったと周囲に話していたとのことだ。ブレーキが効かなくなった、ねえ。でも、事故現場にはブレーキ痕があった、ということだよね。ああ、運転手がブレーキを踏んでいたことは確かだな。ご年配の運転手さんの事故でありがちな、ブレーキとアクセルの踏み間違いみたいなことはないわけだ。なお、バスの運行会社によれば、少なくとも事故当日の朝には、バスに異常などは見られなかった。運転手についても、アルコール反応などはなかったとのことだ。一体何が原因で事故が起きたんだろう？今回の事故の原因については、国交省の外部機関である事業用自動車事故調査委員会がその調査を受け負うことになった。また、国土交通省は道路運送法に基づき、このバスの運行会社に対する特別監査を行ったとのことだ。さて、早速だがここから、今回の事故の原因について解説していこう。
今までの情報を整理すると、事故の経緯としては大型観光バスが一般県道で横転したというシンプルなものだったね。運転手はブレーキが効かなくなったって言っていて、現場の道路にはブレーキの跡が残っていた。事故当日の朝の時点では、バス本体にも運転手にも、その後の事故の原因になるような異常は見られなかった。ここで追加の情報だ。事故日から約1週間後、警察と自動車メーカーによる調査検証の結果が発表されたんだが、どうやら、事故を起こした大型観光バスはギアがニュートラルに入っていたとのことだ。はぁ、つまり、運転手さんがギアをニュートラルに入れている状態でバスを走らせている最中に、今回の事故が起きたってことか。それにしても、走行中にニュートラルにするようなことってある？いや、ここはちょっと複雑なところなんだが、実は、大型バスの変速機にはこんな仕様があったんだ。車のスピードが一定以上の時は、ギアチェンジの際に1段ずつしかシフトダウンができない。つまり？普段車を運転しない人でもわかるように、ここは少し詳しく解説しておくか。車の運転には変速機、あるいはトランスミッションと呼ばれる装置が使われていてな。用途としては、エンジンで発生した力をどのようにタイヤに伝えるのか、任意で変えることができるというものだ。オートマチック車だとギアを D、すなわちドライブに入れるとタイヤが前に回転して車が前進する、R のリバースに入れるとタイヤが逆回転して後ろに下がる、みたいなことね。マニュアル車の場合は、このギアの種類がもう少し複雑でな。タイヤの回転の向きだけではなく、回転数の設定も変えることができるんだ。例えば、1速もしくはローギアと呼ばれるものは、回転数が最も低く、走行スピードもあまり出ない。なので、重貨車の発進時に使われているな。あとは、スピードが出ない代わりにパワーがあるから、上り坂を上がっていく時にも使われるよね。最初は1速からゆっくり動かして、スピードが上がってきたら2速3速と、より回転数の多いギアに切り替えていくのよね。で、車のスピードが上がってきたら、それに応じてギアを2速3速と、より回転数の多いものに変えていくわけだな。オートマチック車の場合は、このギアの回転数の設定変更を自動でやってくれるんだが、バスやトラックなどの大型車はマニュアル車が多いので、運転手が状況を見てギアチェンジをしなくてはいけないというわけだな。確かに、大きな車ほど運転手が自分でギアを動かしているイメージがあるわ。で、今回の事故では、バスのギアがニュートラルに入っていたというわけだが、ニュートラルって、どのギアも選択していない状態のことだよね。ああ、より厳密に言うと、どのギアにも歯車が噛み合っていない、タイヤにエンジンの力が一切伝わらない状態になっている。バスとかの大型車両の運転はわからないけどさ、普通に運転していてこの設定にすることってそうないよね。軽く調べてみたところ、下り坂の走行中や信号待ちのタイミングで、ニュートラルにする人がいるそうだな。ただ、前車は単純に危ないし、後車は故障の原因になることがあるので、どちらも推奨されていない。ニュートラルの本来の用途としては、車が自分の力では動けなくなってしまった時に、車体を直接押したり引いたりして動かす時に使う。なるほど、エンジントラブルだったり、くぼみにはまって抜け出せなくなった時なんかに、その場で立ち往生するわけにもいかないからね。と、少し説明が長くなってしまったが、本題に戻るとしよう。先ほど霊夢も触れていたが、普通マニュアル車を運転するときは、まずは1速からスタートして、そこから徐々に加速しつつ2速3速4速とギアを上げていくよな。一方で、減速するときはこの逆で、4速3速2速と下げていくわけだが。まあでも、必ずしも順番通りじゃなくてもいいのよね。そうだな、例えば1速で十分に加速してから、1段飛ばして3速、あるいはそれ以上の数字のギアを選ぶということもできる。ただ、この時に選んだギアと車の走行速度がきちんと合っていないと、エンジンに大きな負荷がかかったり、最悪故障したりする可能性があるんだ。ふんふん、階段でも2段飛ばかしとか3段飛ばかしは大変だし失敗すると痛いもんね。それはさておき、過去の事例では、この適切でないシフトチェンジが原因で、車両火災が起きるといったこともあった。で、こういった事故を未然に防止するという意味で、この大型観光バスはギアは絶対一つずつ順番に変えるようにという仕様になっていたんだよ。なるほどね。でもさ、それってもし運転手が操縦を誤って、1段ずつではないシフトチェンジをしてしまったらどうなるの？その時には、レバーをそのギアに入れていても、実際にはそのギアが選択されていない状態になる。つまり、運転手の感覚ではそのギアに入れているが、実際には何のギアも選んでいない、ニュートラルの状態になるということだ。ああ、それで発見時はギアがニュートラルに入っていたのか。それにしても、なんともややこしい仕様だな。
もちろん、この仕様だけでは、運転手がギアを飛ばしてしまった際に、自身の認識と車の挙動が噛み合わずに混乱してしまうかもしれない。なので、一応は警告灯や警告音によって、ちゃんと一段ずつのギアチェンジをしなかったからニュートラルになっていますよというのを知らせるようになっているんだが、この運転手さんは、それに気づかなかった？もしくは、気づきはしたものの、慌ててしまったとかな。とはいえ、ギアがマニュアルでも、ブレーキが効かないというわけではない。あくまで、アクセルを踏んでもエンジンの動力がタイヤに伝わらないってだけだもんね。その上で、今回の事故が起きた経緯を説明するために、もう一つ説明しておかなければいけないことがある。それが、フェード現象というものだ。フェード現象？簡単に言うと、車の走行中にブレーキの効きが悪くなってしまう現象のことだな。え、そんなに恐ろしい現象があるの？何も無条件で起きるわけじゃない。フェード現象が起きるためには条件があって、よく知られているのは下り坂でフットブレーキを使いすぎるというものだ。いやでも、下り坂なんてスピードが出やすいんだから、ブレーキはちゃんと踏まなきゃいけないじゃない。いや、そんなことはないぞ。自動車学校とかで一応習うと思うんだけどな。そうなの？でも、ブレーキを踏まずに、どうやって下り坂で安全運転するんだろう。まずはフェード現象がなぜ起きるのかについて、軽く解説しておこう。いわゆるフットブレーキの構造は、ブレーキペダルを踏んだ際、油圧や空気圧の力によってタイヤを回転させている部分に摩擦材が押し当てられる、というものだ。ただ、長い下り坂を下っている最中に、何度も頻繁にブレーキを踏んでいると、摩擦材が度重なる摩擦によって熱を持ってしまう。ふんふん。この熱が一定以上になると、摩擦材の素材であるゴムや樹脂などの耐熱温度を上回り、分解されたりガス化したりする。このガスの膜が、まるで潤滑剤のような役割を果たしてしまい、ブレーキをいくら踏んでも滑って効かなくなってしまうというわけだな。そんな落とし穴があったなんてでもさ、とはいえ下り坂をノーブレーキで走るのは危なすぎるじゃない？ああ、なので本来はフットブレーキ以外の方法で減速することが大事なんだよな。フットブレーキ以外の減速方法？自転車なら最悪靴の底地面に擦らせちゃうけどね。先ほどの話にも関わってくるんだが、ギアのシフトダウンによって回転数を落とせばよい。あ、なるほど。1速とかに落としてしまえば、簡単にスピードは落ちるもんね。事故を起こした観光バスの運転手は、フェード現象それ自体はもちろん知っていたものの、滅多に起きることのない特殊な出来事と捉えていたそうだ。ましてや、運転してわずか10分でそれが起きるとは想像もしていなかったらしい。事故当時は、フットブレーキを踏みながら4速で走る方が揺れが少なく、乗客も快適だろうと考えていたとのことだ。乗客の乗り心地を考えたのが、裏目に出ちゃったのか。一応、下り坂のフェード現象防止というのは、バス運転手にとっては必須とも呼べる技能だが、バス業界の関係者によれば、道路状況やスケジュールなどを気にして、ついアクセルとブレーキを頻繁に踏んでしまうというのは、経験の浅い若手や新人がやりがちなミスだそうだ。なるほどねー。実際、運転手さんは経験が浅かったのかな？事故当時はまだ20代半ばで、事故の前年に入社したばかりだったみたいだ。一応、研修期間はあったみたいだが今回の事故現場となった道路を運転したのは、この日が初めてだったらしい。おーおい初めてかよ。これ、会社側の教育不足の可能性もある？ともあれ、下り坂の急カーブで何度も強めにブレーキを踏んでいたせいで、フェード現象が発生。バスは制御を失い、時速およそ 93km まで加速。十分に減速しないまま、カーブを曲がりきれずに道路脇の斜面に突っ込んでしまったというわけだ。さて、ここからは事故のその後について簡単に見ていこう。まず、運転手の男性はフットブレーキを控えながら走行するという注意義務を怠ったということで、過失運転致死傷の罪が適用された。静岡地方裁判所沼津支部は多くの命を預かる立場ながら、運転上の注意を守らなかったことが事故の原因になったということで、禁錮2年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。執行猶予なしか、さすがに重いね。一方で、観光バスを運営していたバス会社の運行管理者についても、業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたがこちらについては、今年の5月時点で不起訴処分になったとのことだ。運転手にのみ実刑が下ったことについては、特に観光バスの運転手は多くの命を預かる立場なのに、基礎的な知識をおろそかにしたという部分が重く捉えられたみたいだな。まあ、それはそうね。この判決に対して、運転手はどんな内容であっても受け入れるつもりだったと、控訴しない意向を表明した。また、今後一切車に乗らないことを誓ったほか、面会が許された被害者の方には直接謝罪したとのことだ。これほどの事故を起こしてしまったけど、本来は誠実な人だったのかな。
勤務態度や人柄について、周囲の評判は良かったみたいだな。一方で、今回の事故原因をめぐっては、彼自身だけではなく会社や業界の抱える課題によるところが大きいのではないか、という指摘がある。むむむむむ、やはりかそんな気がしたわ。例えば、ツアーのコースやスケジュールを設定した旅行会社だ。こちらについては、そもそものスケジュールにかなり無理があったんじゃないか、と言われている。ベテランの運転士でなければ時間を守って運行するのは厳しい、なんて批判もあるくらいだ。にもかかわらず、経験の浅い真面目な運転士さんが、その難しいコースを初日で任されていたのか、無理なスケジュールに間に合わせようと、焦ってしまったっていうパターンもありそうだよね。その可能性は否めないな。また他にも、観光バスの運行会社の労働環境、研修制度のずさんさについては、ウェブメディアを中心に疑問や批判の声が上がっていた。表向きにはきちんとしているが、内部の実情を知る人によれば、運転士にかかる負担が非常に大きかったようだ。というかさ、バス業界ってその辺結構ブラックな印象あるんだけど。バスドライバー、特にバスツアーや長距離バスの運転手の業務の過酷さについては、事故が起きるたびに話題になるよな。長時間労働は当たり前で、実態はさらにそれ以上に拘束時間が長い。スケジュールに遅れがあれば、運転手が休憩時間を返上して埋め合わせをするが、それに対する補填や残業代が出ないというのも珍しくはないそうだ。スケジュールの遅れって言うけど、道路状況なんて日によって全然違うんだから、遅れることがあるのは当たり前じゃん。バスに電車レベル求めちゃダメよ。繁忙期にはどんどん仕事を入れられて、睡眠時間すらまともに確保できないってことも珍しくないそうだ。で、そんな過酷な業務についていけずに人が辞めていって、残った従業員にしわ寄せが来るという悪循環だな。こりゃダメだ、どこに出しても恥ずかしくない、立派なブラック企業の誕生だ。大勢の命を預かるバス運転手というのなら、彼らの体調や疲労の度合いに気を使うのも、会社側の務めだと思うんだけどな。今回の事故についても、こういった業界の事情を知る人々からは運転手一人に事故の責任を負わせるのはおかしいだろという指摘が飛び交ったそうだ。でもさ、何年も前から同じようなことが言われてきているけど、なかなか改善されないよね。どこか一つの会社の不備というわけではなく、業界全体の構造そのものに問題があったわけだからな。昨夜ら法整備も進んでいることだろうが、一朝一夕でなくなることはないだろう。ああ、やっぱり夜行バスはいいよな。急にどうしたんだ、霊夢。いや、夜行バスって寝てる間に目的地に到着するし、値段も安いしいいことばっかりだなって感じたのよ。確かにここ数年は夜行バスの利用者も増えてきているし、少しでも差別化を図ろうと、金額やサービスで競争になっているな。そうなのね。あとはもっと本数を多くしてくれたら嬉しいのに。そうしたら、夜行バスを使ってもっといろんなとこに行けるわ。今はそうやって運転手を酷使するのが難しいみたいだぜ。1985年に起きた、犀川スキーバス転落事故は、運転手のブラック勤務が原因で起こったものだしな。そんな事故があったのか。どれくらいのブラック勤務だったんだ？事故後の調査によると、運転手は2週間連続で勤務させていたことが分かったんだ。2週間連続勤務？ブラックすぎるわ。さすがにひどいよな。今日はこの事故について詳しく解説していくぜ。怖くなってきた。けど、こういう事故から学べることも多いからな。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。事故は1985年の1月28日、体育科の授業の一環として、長野県の北志賀高原の UO スキー場へ向かっていた、日本福祉大学の学生46人を乗せたバスで起こったんだ。1月の長野県って言うと、雪がすごそうだな。場所にもよるが、積雪が1メートルを超えるところも多かったみたいだぜ。スキーをする場所としては良いことなんだろうけどな。そのスキー場に向かう途中で、何が起こったの？事故が起こったのは午前5時45分。山道の中を通って、犀川に架けられた大安寺橋に差し掛かる手前の左カーブで、バスはガードレールを破って、水深4メートル、水温4度の極寒の川に転落してしまったんだ。うわぁ、雪が降っている寒い時期に、バスごと川に転落って考えただけでも恐怖しかないわ。恐ろしいことだよな。実際に転落した後のバスを引き上げている写真が残っているんだぜ。頭からがっつり沈んじゃったのね。まだ暗い明け方の時間帯の事故だったことと、転落と同時に車内の照明が消えてしまったことで、脱出はかなり困難だったそうだ。真っ暗な中で突然川に転落したら、パニックになるのも仕方ないわね。しかも転落した場所が笹平ダムの湖で、周りにすぐ上がれる岸もなかった。バスから仮に抜け出せたとしても、全員が助かることはほぼ不可能だったんだ。時期も場所も悪かったのね。
この事故で46人の乗客のうち、大学生22名、教員1名、運転手2名の、合計25名が亡くなったんだ。助かった21名のうちの8名も重軽傷を負ってしまったんだぜ。25名、かなり悲惨な事故だったのがわかるわ。それでも、助かった人もいたのね。当時、たまたまダムには建設工事の作業員が宿泊していて、事故に遭った学生を救助して救急隊へ通報してくれたんだ。作業員のおかげってことね。九死に一生を得るとはまさにこのことだわ。他にも通報を受けて長野中央署と長野南署救急隊機動隊も駆けつけて、凍えるような寒さの中で捜索活動が行われたんだ。こういう時の警察や救急隊の活動って、本当にありがたいわね。有事の際に危険を顧みずに対応できる人たちには感謝しかないぜ。並大抵の覚悟を持っていないと務まらないしな。この後はどうなったの？事故調査の結果、バスのスピードの出し過ぎが原因だったことが分かったんだ。スピードの出し過ぎ？雪道を走っているんだから、速度は落として走るのが普通じゃないの？それが事故で亡くなった運転手は、事故当日までの2週間、1日も休みなしで仕事をしていたんだ。これがさっき言ってたブラック勤務ね。これが明るみになったことで、バスの運行を担当する三重交通の責任が、厳しく問われるようになったんだぜ。誰が見てもおかしいものね。その後の1985年3月5日、明らかな過労運転防止違反で、輸送安全の確保に手落ちがあったと認定されたんだ。そして道路運送法43条に基づいて、278台ある三重交通の観光バスのうち、8台が14日の使用停止となったんだぜ。278台もあるのに8台だけ？なんだか軽くないか？これでも当時のバス会社に対する行政処分としては、最も重いものだったんだぜ。ひどい話だわ。上司が休みを取るように注意したりとかしなかったのか？三重交通の路線バス運行主任は、運転手が過労状態にあることをしっかり把握してたんだ。それを承知の上で、運転手に長野県行きのスキーバスを運転させたと報告されてるぜ。休ませるどころかブラック勤務を推奨してたのね。その後の事故の調査の結果、路線バス運行主任、道路交通法75条違反の疑い、三重交通、道路交通法123条違反の疑い、死亡した運転手、業務上過失致死傷罪と道路交通法66条違反の疑い、という理由で、それぞれ長野地方検察庁に書類送検されたんだ。実際に事故を起こしたとはいえ、死亡した運転手が書類送検されたのはかわいそうね。でも実はこの後、驚きの結末を迎えるんだ。書類送検から1ヶ月後、長野地方検察庁は運転手の過労を科学的に立証するのが困難で、正常な運転ができないほどの過労と認定するには証拠が不十分だったとして、3社を不起訴処分にしたんだ。不起訴処分？誰がどう見てもブラック勤務は一目瞭然じゃないか？霊夢の言う通りだぜ。ただ津地方検察庁は同日、三重交通本社と路線バス運行主任、四日市営業所長を労基法違反の疑いで四日市管理裁判所へ略式起訴しているんだ。おお、やるわね。さらにこの後、事故の負傷者や遺族は不起訴処分を不服として、長野検察審査会へ審査申し立てをしたんだぜ。当然ね。この後に、法の下でしっかり裁きを受けたのか？受けなかった。どういうこと？審査会は不起訴処分は相当という結論を出したんだ。この結論は結局その後も覆ることなく、今に至っているんだぜ。なかなかひどい話だな。こういう類の事例は多いし、気持ちはわかるぜ。その後、事故現場には慰霊碑が建立されて、被害を受けた日本福祉大学では、事故発生の1月28日を安全の日として、慰霊行事を続けているんだ。今でも慰霊行事は続いてるのか。ちなみにこの事故では当時、かなり話題になったエピソードがあるんだ。バスに乗っていた全く目の見えない学生が車外への脱出に成功したんだぜ。それはすごいな。でも、どうして脱出できたんだ？これは憶測なんだけど、普段から見えないことに慣れていたから、暗闇でも他の人より落ち着いて行動できたのかもしれないな。バスが川に沈んでパニックになっても、見えない人だからこそ、いつも通りの行動をとって助かったということね。もしバスが水没しても、冷静に行動するのが大切だな。窓やドアを開けて外に脱出することはできなかったのかしら？それは無理だったんだ。水没？水圧で外から力がかかる分、地上で窓を開けるのと比較して5倍の力が必要になるんだ。ただでさえ重たいドアなのに、5倍になったらそうそう開けられないわね。ましてやパニック状態だしな。男性にも簡単にはできないぜ。私も同じ状況になったら、冷静にいられる自信がないわ。
じゃあそんな霊夢のために、もし水没しかけた、もしくは水没した時に取るべき行動を教えておくぜ。そうそう起こることじゃないけど、いざ起きた時のためにもぜひ知りたいわ。まず、水没しかけた時だ。イラストのような状態だな。斜面で川や海の中に、少しずつ沈んでいった場合、窓を閉め切った車が完全に水没する前に必ずやることがあるんだ。なんだと思う？ドアを開けて逃げるとかはなしだぞ。そのまま水没するとドアが開かなくなるから、少し窓を開けておくとか？正解。でも窓を開けると水が勢いよく入ってきたりしないの？確かに大量に車内に水が入ってくる。ただ車内から脱出できなくなるという最悪なケースを防ぐ意味では、これは必ずやるべきことなんだぜ。確かに出れなくなったら元も子もないものね。車の水没が進んでバッテリーがショートすると、各パーツに電気が流れなくなって、車のタイプによっては完全に閉じ込められてしまうんだ。だから早めに窓を開けておく必要があるぜ。普段快適に使えている機能にも恐ろしい側面があるのね。こんな時に備えて、完全に水没した時でも、内側から窓を破壊できる緊急脱出ハンマーが必須なんだぜ。何それ？こういうやつだ。見たことないか？見たことはあるけど、持ってないわね。Amazon なら1000円以下で売ってるし、買っておいても損はないぜ。窓を破壊できるだけじゃなく、シートベルトを切ることもできるんだぜ。後で一つポチっておくわ。今回の話はこんなところだ。犀川スキーバス転落事故はなかなかに悲惨な事故だったんだぜ。そうね。ただ、こういう事故をきっかけに変わっていくこともあるものね。確かにこの事故をきっかけにして、全国的にブラック勤務は改善していったらしい。そういう意味でも後世に大きく影響した事故だったんだぜ。あとは普段からの備えが大事だと感じたわ。何も起こっていない時に備えるのは難しいけどな。それでもこの動画を見た人がハンマーを買ってくれて、いざという時に助かったら、この動画の価値もあったなと思うぜ。そうね。そんなきっかけになれば嬉しいわ。今回はスキーバスが道路を走行中カーブを曲がりきれずにガードレールを突き破って、道路脇に転落した事故、軽井沢スキーバス転落事故、について解説するぜ。ニュースで見た記憶があるけど、実際にどんな事故だったか、詳しくはわからないわ。この事故の詳細だけじゃなく、対策や教訓についても伝えていくぜ。よろしくお願いするわ。この事故は、2016年1月15日、乗客、乗員41人を乗せるバスが、群馬県から長野県方向に向かう国道18号雨水バイパスを走行中に起こったんだぜ。緩やかな下り坂を走行中、左側のガードレールに接触した後、対向車線へはみ出し、最終的には約100メートル先のガードレールを突き破って道路下に転落したんだ。ガードレールを突き破るってことは、かなりのスピードが出ていたのかしら。そうなんだ。警察の調べでは、現場から1キロ前の監視カメラでは異常は見られなかったものの、事故直前は制限速度時速 50km の区間を 100km で走っていたことが分かったんだぜ。一般道で 100km 出すなんて危なすぎるわね。そして冬に起こった事故ではあるが、路面が凍結していたわけではないらしい。だから事故の原因の一つがスピード超過によるものだということが裏付けられるんだぜ。道路が凍ってなかったなら、タイヤが滑ったことによって事故が起きたわけではないわね。一般道のガードレールは高速道路のガードレールと違って、バスの衝突には耐えられるような設計にはなっていないという説もあるが、国土交通省によると、現場のガードレールは鋼鉄製で、制限速度であれば耐えられたと説明しているんだぜ。鋼鉄のガードレールでも耐えられないなんて、衝撃の強さを物語っているわね。生き残った乗客の一人は、事故の直前の記憶がなくて、気づいたら森の中にいたと言っていたらしいぜ。また違う乗客は、このスピードで大丈夫かな、と思ったものの、右車線側のガードレールが見えた瞬間、おかしい、と感じ、やはり次の瞬間の記憶はなかったらしい。事故前の記憶がないなんて、よほど強い衝撃だったのね。右側のガードレールを突き破ったバスは、3メートル下の斜面で横倒しになり、フロントガラスが割れるなど、車体の前面を大きく破損したぜ。また、天井部分も立ち木に激突し、潰されて大破したんだ。3メートルも下に落下したんじゃ、車体が大破してもおかしくないわね。事故直後、乗客は110番通報したんだ。管轄の消防本部にも、バスが横転事故を起こした。怪我人が大勢いるが暗くて何も見えない、など、早口で慌てた119番通報があったらしい。また、
バスの天井部分が大破したと言ったが、実際には天井と床までの間は1メートルほどしかなく、通り抜けができなかったために消防は油圧カッターなどで窓を切り開いて救助に当たったんだ。1メートルって、立つことなんて全然できないじゃない。事故の概要は分かったけど、実際の事故の原因は分かっているの。事故を起こしたバス会社 ESP は運送事業許可を得てバス事業に参入したのが2014年4月で、バス会社として日も浅く、実績も少なかったぜ。バス会社として日が浅いという不安要素はもともとあったのね。また、日本バス協会は貸切バス事業者安全性評価認定制度により貸切バス会社の安全への取り組みを3段階で評価しているんだが、事故を起こしたバス会社 ESP は事業認可から2年に満たないため、評価対象になっていなかったぜ。この制度は、貸切バスを3年以上営業している事業者が、任意で申請できるというものなんだ。任意ということは申請するかしないは事業者に委ねられるということね。そうだな。さらにバス会社 ESP は2015年2月に国土交通省の立ち入り捜査を受けていて、その際に運転手の健康診断、乗務前の健康及び酒気帯び確認、入社時の適性検査などを怠っていたことが分かったんだぜ。実際に事故の2日前の2016年1月13日に、保有するバスの1台を20日間運行停止とする行政処分を受けているんだ。行政処分まで受けていたのね。それでもバス会社 ESP は運転手の体調や車両に問題はなかった、としているらしい。全く信用できないわね。そうなんだぜ。事故時に運転していたと思われるドライバーは一度も健康診断を受けていなかったそうだ。かなりのブラック企業だったのね。当時は外国人観光客の急増でバスの需要が高まっていて、バス運転手は慢性的な人手不足になっていたらしい。そんな中、2000年の規制緩和によって参入が容易になったことから、貸切バス事業者は急増し、2000年度の2864社から、2012年度は4536社にもなっていた。だが、2011年には事業者の7割以上が運転手不足と回答しているんだぜ。バス会社は急増したけど、運転手の数が追いつかなかったのね。その通りだぜ。そして、運転手不足の影響で、運転手自体の高齢化が進み、2012年時点の平均年齢は 48.5 歳、2002年と比べると 2.9 歳高くなっていたんだ。これは全産業の平均年齢と比べると6歳も高く、さらに60歳以上の割合は 16.4% とされている。最近は高齢者ドライバーの事故が多発しているのはニュースで見るけど、バスの運転手も高齢化が進んでるのね。実際に事故時に運転していた運転手も当時65歳、同乗していた別の運転手も57歳であったらしい。これだけじゃなく、一人当たりの総走行距離の増加や、有給休暇の取得日数減少、賃金の減額等、バス運転手の労働環境は悪化していて、こうした背景が事故につながったとも言われてるぜ。運転手の高齢化だけではなく、労働環境の悪化も事故の要因として考えられているのね。確かに聞いてると完全にブラック企業ね。このようなことに加えて、人為的ミスもあったのではないかと言われているぜ。人為的ミスってどういうこと？ガードレールを突き破った際、ギアはニュートラルに入っていたらしい。ニュートラルではエンジンブレーキが効かないため、現場となった下り坂でフットブレーキだけでは減速しきれず、制御不能になったのではないかと言われている。走行中にギアをニュートラルに入れることなんてあまりないんじゃないかしら。そうなるとやっぱり人為的ミスというのも頷けるわね。ここからはツアーや事故現場、事故を起こしてしまった運転手の技量について深掘りしていくぜ。お願いするわ。このバスのスキーツアーは、1泊3日や2泊4日で1万3000円から2万円弱の格安バスツアーだったんだ。ESP は国が定める基準27万円を下回る19万円でバスツアーを引き受けていたんだ。相当格安ね。どうやって採算を取ってたのかしら。ESP は下限の金額を認識せず、相場間で契約してしまった、と述べている。ESP の営業部長は、ツアー会社の方が立場が強い、とし、運行管理のしっかりしている会社や大手バス会社では、このような格安ツアーを受け付けてくれないため、結果的には小規模や零細バス会社に受注が回ってくると話しているぜ。また、運行側も走らせない方が経費がかさむ、やっと仕事が来た、などの理由から、相場を下回る金額でも受けてしまうらしい。
小規模なバス会社や零細バス会社としたら立場も強くないだろうし、相場よりはるかに安くても受注してしまう気持ちもわからなくはないわね。旅行を企画したキースツアーという会社からバスの手配を依頼されたトラベルスタンドジャパンは、キースツアーから、今年は雪が少なくて客が少ない。客がなかなか集まらないから当面は低い値段でやってもらえないか。雪が増えて客が集まれば運賃を上げる、と依頼されたと言っている。つまり彼らは運賃が基準額を下回っていることを知っていたんだぜ。何それ、ひどすぎるわね。事故後、ツアーを再行したキースツアー社へは行政が立ち入り検査をしたんだが、運行会社が ESP であることを事前に把握していなかったことが判明したぜ。検査を受けた関係者は安全重視だったはずのキースツアーが、なぜずさんな管理をしているバス会社を利用したのか、と話していたらしい。自分のことは棚に上げて、人に罪をなすりつけているように感じるわね。事故が起きた薄いバイパスは合計45箇所のカーブがあり、現場は群馬県安中市側から数えて43番目となる、入山峠の曲がりくねった峠道を越えた緩やかな下り道の左カーブだった。現場付近には街灯はなく、暗闇に包まれていたらしい。道路は暗かったけど、カーブ自体は緩やかだったのね。この薄いバイパスについて、他のバス会社社長は、カーブが多く、路面が凍結している恐れもある。慣れない運転手には怖い道で、自社では高速道路を使っている、このルートは通っていない、と話しているんだぜ。また、薄いバイパスを管理する高崎河川国道事務所の副所長は、群馬側はカーブがきつく、事故が多発しているが、事故現場では大きな事故は起きた記憶はない。ただ、群馬側から行くと、急カーブが終わり、頂上を越えた下り坂のため、スピードは出やすいのではないか、との見解を示している。危ない道路ではあるものの、きちんと運転手が注意していればカーブが終わった後の道路だけに、そこまで大きな事故にはつながらないのね。ツアーの行程表によると、バスは松井田妙義 IC から上信越自動車道を利用してマダラオ高原のホテルに向かうことになっており、事故現場となった薄いバイパスは計画と異なる経路だったんだぜ。え、本来は通るはずのないルートだったの？そうなんだ。ちなみに、通行止めや急病人などが出たとしても、運転手が会社に報告せずに勝手にルートを変更したりすると、道路運送法違反となる。他のバス会社社長は、事故を起こしてしまった運転手は、事故の前月まで別の会社で比較的小型のバスを運転していたことを挙げ、バスは大きさが変わると求められる技術が全く変わる。運転手は慣れない大きいバスの運転で、道を間違えてしまい、事前の行程表と異なるルートを走行してしまったのではないか、と指摘しているんだぜ。小さいバスを運転していた人がいきなり大きいバスの運転をしたら、戸惑うのは無理ないわね。男性乗客によると、出発時に休憩で何回か止まります、などあやふやな説明があった。0時40分頃にサービスエリアでの休憩を終え、再出発する際は今後はどこか寄れる道の駅に寄ります、というアナウンスがあった。普通は時間や場所を具体的に説明するはずで違和感があった、と証言しているんだぜ。確かに今聞いていても、あやふやで計画性がないように感じてしまうわね。ESP はルートの変更を伝えないことは過去にもあった、と話しているんだ。それだけじゃなく、高速道路を走ると ESP の利益が減る、や、目的地に早く着きすぎないため、と言った理由から、一般道を走行するようなことも実際にはあったらしい。自分たちの都合しか考えていないわね。事故が起きたツアーでは、会社側が運転手側に対して作成する運行指示書にルートの記載がなく、出発地と到着地しか書かれていなかった。ESP の幹部は書式に問題がないとの認識を繰り返し表明していたんだが、その後、国土交通省の特別監査が行われ、ESP の社長が運行指示書が正しく作られていなかった、と不備を認めたんだ。事故を起こしたバスが行程表と異なるルートを通ったことについても、運転士から運行管理者への連絡はなかったと言っているぜ。指示書にルートがないなんて、あまりにもずさんね。ドライバーも大きいバスの運転経験が少なく、運行指示書がいい加減じゃ、不安だらけだったでしょうね。運転手の話が出たけど、この運転手が以前勤めていた会社の関係者も、事故を起こした運転手は小型バスの運転が中心であったため、大型バスの運転には不慣れで、深夜業務の経験も乏しかった、と、運転手の大型バスの経験の少なさを裏付けているんだぜ。また、この運転手は ESP 入社時に大型バスの運転は不慣れ、
であることを伝えていたんだが、わずか2回の研修で大型バスの運行業務に就くことになったんだ。ESP の営業部長は、研修は同僚が運転する大金鉱のスキーツアーに同行して、現地に到着後、客を乗せずに周辺の山道などを走らせていた。会社として決まったルールやチェック項目はなく、技量の確認は同僚のドライバー任せだった、としている。責任転嫁しているように聞こえるわね。ちなみに通常、路線バスの乗務員研修は経験者でも最低3ヶ月を要するらしいぜ。多くの人を乗せるバスなんだからそれくらい当然よね。研修が2回というのは、あまりにも不十分だわ。事故後、バスに乗っていた乗客の遺族は、ESP に損害賠償を求めて東京地裁に訴訟を起こして、4月1日に和解が成立したんだ。和解調書によると、ESP 側が1億3000万円を支払うことで合意したらしい。賠償金が払われたのね。よかったわ。訴状によると、遺族側は運転手が前方を注視していなかった、運転操作を誤った、制限速度をはるかに超える高速で走行した、などといった点を主張したそうだ。ESP は取材に、ご遺族には今後も誠意を持って対応していく、と語っていたぜ。運転手はもとより、過酷な労働環境やずさんな運行管理、研修を施した会社に原因があると思うわ。関係者によると今回の事故で生き残った乗客たちはサバイバーズギルトを抱いているらしい。サバイバーズギルトって？サバイバーズギルトとは、戦争や災害、事故等に遭いながらも奇跡的に生還を遂げた人が、他の人々が亡くなったのに自分が助かってしまったことに対し、しばしば感じる罪悪感のことだぜ。サバイバーは生存者、ギルトは罪悪感を指している。実際に生存者の一人は、事故のことに触れたくない。別の生存者は、車に乗りたくない、などと、事故後も精神的に苦しんでいたらしい。こんなひどい目に遭えば、そりゃトラウマにもなるわよね。1985年に長野市の犀川で起きた、犀川スキーバス転落事故、の遺族は、今回の事故について、悲しい思いは自分たちが最後だったはず。国の取り組みがいい加減だからこういう会社がなくならない、国は今度こそ抜本的対策を、と訴えたんだ。そういった経緯もあって、この事故をきっかけとして、2016年3月に貸切バスへのドライブレコーダーの設置が国土交通省により義務化されたぜ。ドライブレコーダーの設置義務化は初めてのことだったらしい。遺族は事故の真実を知りたいはずだわ。だから事故当日に何があったのかがわかるドライブレコーダーの設置は意義のあることだと思う。ここまでが軽井沢スキーバス転落事件の顛末だな。今回の動画は視聴者さんからのリクエストだぜ。おお、それはそれは、リクエストありがとうございます。リクエストは嬉しいよな。うんうん。超嬉しい。そんなリクエストだが、とある路線バスの車掌を称えるために混入されたお地蔵様、内坂地蔵尊について紹介するぜ。バスの車掌さんを称えるお地蔵様？ああ、戦後まだ間もない日本の長崎の地に、田坂峠という急な坂道があってな。そこでバスの事故が起きた時、バスの車掌が自らの命を投げ出して、乗客らを危険から守ったんだ。この方の己を顧みない勇敢な行動によって、乗客は全員無事だったが、うわぁ、察します。で、それと引き換えに、その方自身は亡くなってしまったと。この事故犠牲は、その当時こそ地元メディアを中心に美談として語られていたんだが。だが、遺族の方々には、車掌が働いていたバス会社からわずかばかりの懲役金が支払われただけでな。戦後ともなるとどこもかしこもお金ないだろうし、しょうがないのかもしれないけど、大切な家族を失った悲しみや、働き手が一人失われたことに対する見舞いとして、果たして十分だったのかどうか。とはいえ、時が経つにつれて、この悲劇があったことさえもみんな忘れていってしまうんだ。悲惨な大事故は語り継がれるのに、被害を未然に防いだ話ってのは、簡単に風化してしまうのよね。ただ、それからしばらく経った後に、とあるラジオ番組がこの事故を取り上げてな。それがきっかけで事故の知名度が全国的なものとなり、各地から犠牲になった車掌を称える声、犠牲になったことを悔やむ声が寄せられたんだ。これを受けて、バス会社は改めて遺族に見舞い金を支払い、また慰霊碑の建立などを約束したんだ。ってことは、その流れで建てられることになったのが、ああ、交通事故の撲滅を祈って1974年に建立された、長崎県西園木郡都議津町にある地蔵菩薩内坂地蔵尊だ。またこれ以降、毎年事故があった9月1日になると、バス会社の社長と幹部による供養が行われてきたらしい。
事故そのものは悲しいことだけれど、その記憶を風化させないようにしているのは、素晴らしいことだね。ともあれ、まずはこの地蔵が建てられるきっかけとなった、1947年の事故から見ていくことにしよう。1947年9月1日、長崎県長崎市と西曽野義郡都議町の境にまたがる内坂峠で、一台の路線バスが走っていた。この路線バスは、かつて陸の孤島と呼ばれていた長崎県北部の西曽野義半島で、人々の移動を支える貴重な交通インフラでな。戦争が終わってまだ間もない当時の路線バスには、病院に向かう途中の被爆者や、遠くまで買い出しに出かける乗客が大勢乗っていた。1947年の9月ってことは、まだ終戦から2年ちょっとしか経っていないのね。一方で、この内坂峠についてだが当時は長崎県の主要な交通路でありながら、急勾配の坂が続く難所としても有名だったそうだ。おう、もう事故のフラグが昔のバスや列車の事故って、こういう急な坂道で負荷がかかって、ブレーキが故障してしまうってのが鉄板だよね。それだけじゃない。内坂峠はただ急勾配というだけでなく、道がくねくねと曲がっていて、さらに道の片側が深い崖になっていたんだ。へえ、おっかないな。ただでさえ故障しやすそうな坂道なのに、故障したら道を踏み外して崖下に真っ逆さまとか。このこともあって、地元のバスの運転手などからは地獄坂とも呼ばれ、大変恐れられていたという。ついでに、先ほど霊夢が触れたこの時代の事故の鉄板についてだが、険しい坂道で車体に負荷がかかって、ブレーキとかが故障するってパターンね。それで言うと、うちのチャンネルではおなじみの戦時設計という言葉があるよな。うっわ、それ出てくんの？もう嫌な予感しかしない。戦争が起きている最中、あるいはその前後の期間は、どうしても人や物を軍に優先して都合しなくてはならないだろう。戦争に勝つためには、戦艦や戦闘機のための鉄や燃料が尽きてはならないし、それを動かすための労働力も必要だからな。はいはい、それで、製造業の現場から経験のあるベテラン技術者がいなくなったり、必要なパーツが作れなくなったりするのよね。この課題を解決するべく、より少ない資材や代用品によって、また経験不足の若手や未経験の勤労動員でも作れるように単純化された設計物、これが戦時設計だ。とりあえず戦争している間の数年間だけ持てばよいというコンセプトで、安全性や耐久性は度外視して、迅速かつ大量に生産することを優先させているわけだが、それが災いして、すぐにどこかが故障して事故になったり、事故が起きた時の被害がとんでもないことになったりするのよねってことは、この路線バスもそうだったのかな？戦時設計というよりも、その原因となった戦中戦後の人物の不足に苦労していた、といったところか。戦時設計当時この路線バスを運営していたのは長崎自動車というバス事業者だったんだが、ちょうど路線を拡大し始めた頃に、太平洋戦争が激化してしまって、資材や人員が軍に徴収されてしまったんだよな。うわぁ、それはまたタイミングの悪い。また、原子爆弾の投下された長崎県のバス会社だったことも、念のために言及しておきたい。一応、原爆を受けても数台の車両が無事だったので、どうにか営業は続けられたんだがとはいえ、戦争終了後の輸送需要の増加に頼る余力があったかどうか。病院の通院客や長崎市に買い出しに出る乗客たちで、バスが満員だったって話だもんね。人の移動は増えるけど、バスの本数は増やせないとなると、一台にかかる負担が大きくなるなぁ。また、時代の物資不足も相まって、長崎自動車では現代社会で当たり前のディーゼルエンジンではなく、木炭を燃焼させることでガスを発生させ、それによって動力を得る木炭バスを取り入れて、路線バスを運行していたそうだ。ほうほう。木炭で走るバスなんてあったんだね。ちなみに、木炭を燃料に走る車を使っていたのは、日本だけではなくてだな。二度の世界大戦中、液体燃料の供給事情が悪化した、国内の資源に乏しいあちこちの国で広く使われていたそうだ。車を作るための物資だけじゃなくて、それを動かすための燃料も足りない時代だったと。でもさ、木炭だろうが何だろうが、それが本来の燃料の代わりに使えるのなら、それに越したことはないよね。確かに。比較的入手が簡単な木炭でも動かせるというのは、当時の時代背景ではメリットだっただろうな。まあ、そのために燃料の管理が難しく、また早くから出勤しなくてはいけないので、車掌の負担は大きかったみたいだが。とはいえ、背に腹は変えられないでしょ。もちろんだ。ただ、作業の手間や負担とはまた別に、木炭バスにはディーゼルエンジンに劣る点があった。木炭バスが劣る点？ディーゼル車と比べると、エンジンの出力が全然出ないんだよ。それって急な坂道だとかなりまずいんじゃ。お察しの通り、険しい坂道が連続する内坂峠のような路線には、はっきり言って全然合っていなかった。この当時は出力不足のせいで、
木炭バスが走行中に止まってしまう、なんてことも珍しくなかったそうでな。ちなみにその時は、乗客たちがわざわざバスから降りて、後ろから押すなどして対処していたんだそうだ。すげえみんなで助け合うのがデフォルトの時代だったんだね。今だったら文句まみれで即炎上だろうな。とまあ、そんな背景がある中で、この日の路線バスは大瀬戸発長崎行き、乗客約30名というほぼ満員を乗せての運行だった。あらあ、ただでさえ出力不足気味で坂道を登っていけないこともあるのに、しかも満員って。で、案の定上り坂を上がっている最中、突然エンジンが停止してしまった。ここまでならそこまで珍しくもないことだったが、この日は運転手がブレーキをかけても、どういうわけかブレーキが効かなかった。うっぱもういきなりか。日々の運転の負担で、ブレーキが摩耗していたのかな。うむ、後の調査によればこのバスのブレーキはすでに壊れており、さらにはギアシャフトも折れていたそうだ。うげっもうボロボロじゃん。走行するうちに、バスはそれまで登っていた上り坂を、少しずつ後ろ向きに下り始めた。繰り返しになるが、この内坂峠は片側が深い崖となっている地獄坂で、ブレーキが効かない状態で暴走するのは命取りだった。早くなんとかしないと誰かー。ここで運転手は、同じくバスに乗っていた車掌に対して、道路脇の石か何かで、どうにかバスの動きを止めてくれという旨の指示を飛ばした。いわゆる輪止めってやつかな。お、よく知っているな。てへぇ？褒められちゃった。喜んでる場合じゃないぜ。輪止めというのは、通常バスやトラックなどが停車する際、車が勝手に動き出さないようにタイヤと地面の間にかませる器具のことを指す。運転手は、手頃な大きさの石の塊なんかがあれば、それをタイヤにかませることで、輪止めの代わりになるだろうと踏んだんだ。実際どうだったの？残念ながら、そううまくはいかなかった。車掌は指示を受けてすぐさまバスから飛び降り、周囲にあった石ころや板切れなど、手当たり次第にタイヤの下にかませて輪止めを行ったが、その時点でもう、坂を下っているバスにはかなりの勢いがついてしまっていてな。満員の乗客を乗せたバスともなれば、相当重たいだろうからね。このため、バスは輪止めをものともせずに乗り越えて、そのまま崖に向かってしまうんだ。崖の深さはおよそ10メートル、乗客30人を乗せた鉄の箱が落ちてしまえば、どうなることか。うわぁ、うわぁ、うわぁ、あ、危ない誰かどうにか。どうにかして、崖に落ちる前にバスを止めなければ、運転手や乗客の命が危ない。そこで、車掌はバスを止めるために、驚きの行動に出た。いい、一体何をしたの？彼は、自分自身の体を輪止めにしたんだ。30人の乗客と運転手を乗せた、重たい鉄の箱の下敷きになってな。うわぁ、なんですって？車掌は素早くバスの後ろに潜り込んで、そのまま体をぐっと丸めて止まった。結果これが功を奏して、バスは崖まであと数メートルという寸でのところで停止したが、それは良かったけど、早く車掌さんを助けないと、お願い。落下一歩手前でバスが止まった時、運転手は一体何が起きたのかわからずにいたが、バスの後ろで誰かが巻き込まれているぞという乗客の声で、ようやく事態を理解するんだ。運転手さんからしても、衝撃だったでしょうね。まさか、同僚が我が身を投げ出してバスを止めるだなんて。運転手はすぐさまジャッキを取り出して、バスの下敷きになっていた車掌を救出した。この時点では車掌はまだ息をしており、最寄りの営業所から駆けつけたトラックにその体を乗せて、急いで病院へと運んだんだが、残念ながら、間もなく車掌の死亡が確認されたとのことだ。そんな、冒頭でも述べた通り、彼が身を挺したことで、運転手と約30人の乗客は皆無事だった。この事故で命を落としたのは、当時まだ21歳という若さだったバスの車掌のみ。責任感の強い方だったのね。余談だが、生前の車掌は素直でおとなしい性格の青年だったそうだ。木炭バスの燃料管理はかなりの激務だったが、失敗して叱り飛ばされても、文句の一つさえ漏らさなかった。そんな普段はおとなしい青年が、我が身を投げ出して乗客を救ったという事実は、バス会社の同僚たちを大層驚かせたという。さて、冒頭の繰り返しになるがこの事故は当時、地元メディアを中心に取り上げられた。だが、バスや電車がブレーキの故障によって事故になるという事故の大枠は、当時としてはそこまで珍しいものではなくてだな。チェンジ設計の付けを払っている頃だからね。戦後は慌ただしい時期ということもあってか、時が経つにつれて、この事故の記憶は少しずつ風化していってしまうんだ。けど、ラジオがこの事故を取り上げたのがきっかけで、再び世間の注目度が上がったということだったね。他にも、テレビ番組がこの事故を紹介したり、当時の乗客から亡くなった車掌への感謝の手紙が新聞の投書に寄せられたり、とにかく全国的に話題になってな。これを受けて長崎自動車は、社長が改めて車掌のご遺族にお悔やみの言葉を述べるとともに、見舞い金や慰霊碑の建立を約束したんだ。
なんか取ってつけた感が否めないけど世間で話題になったからちゃんと謝ろうとした、みたいに見えなくもないというか。ともあれ、こうして1974年に建立されたのが、車掌の勇気ある行動を称えた記念碑と、交通事故絶滅を祈る内坂地蔵尊ってわけだな。記念碑とかならまだわかるけど、こういう事故でお地蔵様が建てられるって、あんまり聞かないよね。そうか？交通事故などの現場に地蔵菩薩像が建立されるというのは、そこまで珍しいことではないんだけどな。そうなの？というか、考えてみればそもそもお地蔵様って何者で、どうして建てられているのかとか、あんまり詳しく知らないかも。もともと地蔵菩薩というのは、仏教における信仰対象とされている菩薩の中でも、特に地獄に落ちた人々を救済するとされる菩薩様のことだ。お釈迦様が入滅してから弥勒菩薩が現れるまでの期間、現世に仏様が不在になってしまうので、地蔵菩薩がそこにやってきて人々を導き救う役割を任されている。ふんふん。この地蔵菩薩に対する信仰それ自体は、仏教圏の国ならどこでも変わらないことなんだが日本の民間信仰においては、また変わった性格が加えられていてな。それがいわゆるお地蔵様？ああ、本来の地蔵菩薩の衆生を救うという役割以外にも、日本においては子供の守り神であったり、道祖神としても祀られているんだ。道祖神？一言で言うと、道や教会を見守る神様ってところかな。例えば、村や集落の中心地や境界線、十字路や三叉路の交差点などで、病気や悪霊がそこを往来するのを防いでくれる。路傍の神とも呼ばれ、村や道の守り神、道開きや道整備の神、旅や交通安全の神として信仰されている。へえ、なんとなくありがたい存在だとは思っていたけど、お地蔵様ってそういうことだったんだ。古来日本においては、十字路や定時路、三叉路などの道と道が交差する場所は辻と呼ばれていてな。そこにはあの世との境界線があって、良くないものが住み着きやすいとされていたんだ。特に九州地方などにおいては、定時路の月あたりの正面に家を建てると、辻神と呼ばれる恐ろしい神様がそこに住み着いて、病気や不幸が絶えず起きると言われていた。ひえー、そうなんだ。なので、その正面に魔除けの石などを置いて、その侵入を防ぐという風習があったらしい。また他にも巷の神といって、道の分岐点や峠などで、外からやってくる良くないもの、病気や不幸、悪霊などの侵入を防ぐ神様に対する信仰なんかも古くからあったそうだ。船戸の神？巷というのは粉どころ、すなわち来てはならない場所を意味する言葉だな。ともあれ、こういった複数の神様や信仰が入り混じって生まれたのが、道祖神と呼ばれる神様だ。で、日本のお地蔵様は、その道祖神っていう神様の性質も持ち合わせていると。余談だが、お地蔵様や道祖神の話をするときに、よく手を合わせて拝んではいけないと言われることがある。え、そうなの？むしろ、見かけたら拝んだ方がいいのかと。いや、基本的には問題ないんだけどな。厳密に言うと、拝んではいけないケースがあるというか。でも、もともとは地獄から助けてくれる菩薩様の像なんでしょ？ああ、もともとはな。神社やお寺のご本尊や境内であったり、お墓などできちんと管理されているお地蔵様については、手を合わせることについては問題ないらしい。けど、普通に道端に建てられているお地蔵様とかもいるよね？その中には、例えば交通事故の死亡現場で、そこで亡くなった方々を供養するために置かれたお地蔵様なんかもいるわけだ。この場合、お地蔵様は犠牲者の魂が未練のためにそこに泊まって、悪さをしたりしないように抑えてくれている。なるほど。亡くなった方々の魂を鎮めるという明確な使命を与えられているので、その他のことについては管轄外ってことだ。それどころか、かつて誰かが亡くなった場所にわざわざやってきてのんきに手を合わせ、ついでに願い事なんかしちゃったりすると、そこに幽霊がついてしまうんだとさ。また、きちんと手入れがされていなかったり、存在に扱われているお地蔵様には、悪い霊がつきやすいとも言われている。うぎゃーわ、私はそっち系苦手なんだってば。ただ、災いから守ってくれていることの感謝を伝えたり、霊に対して安らかにお休みくださいと祈る分には問題ないとも言われているな。あるいは、むしろ普段私たちを災いから守ってくれているお地蔵様にちゃんと感謝しないと、次からは守ってくれないんじゃないかって話もある。どどうしろっていうのよ。まあ、このあたりは諸説あるので、気になった人は各自で詳しく調べてみてくれ。ともあれ、打坂地蔵尊についての紹介はこんなところで締めておくぜ。いやいやいや、その辺すっきりさせてくんないと、私のもやった感じはどうすんのよ。後でゆっくり話そうな。ねえ、マリサ。私って乗り物に乗るとついつい眠くなっちゃうのよ。この間もバスで寝てて乗り過ごしちゃったわ。そういう人多いかもな。最近のバスは乗り心地もいいしわかる気はするぜ。高速バスとかなら、寝過ごしたりすることもないんだろうけどね。
目的地決まってるし。そうだな。寝ている間に目的地って感じだから安心だな。まあ、それも過去の事故や教訓があっての安全なんだぜ。あ、嫌な予感。さすが察したようだな。今回は関越自動車道高速バス居眠り運転事故について解説するぜ。ハウ高速バスの居眠り運転事故？のっけからヤバい匂いがプンプンしてるわね。事故の概要はこんな感じだ。2012年4月29日午前4時40分頃、群馬県藤岡市の藤岡ジャンクション付近で都市間ツアーバスが防音壁に衝突。バスは大破して乗客7人が死亡、乗客乗員39人が重軽傷を負ったぜ。ひい事故の原因は何だったの？直接的な原因はバス運転手の居眠りだ。運転手自身が群馬県警に対して、そのように説明しているぜ。実際、事故現場にブレーキ痕やスリップ跡などは発見されず、バスの速度計も時速 92km を示した状態で止まっていたんだ。うわぁ、時速 90km 超えでノンブレーキの衝突。聞いただけでも生きた心地がしないわ。じゃあ、まずは経緯をさらっと見ていくぜ。大阪の旅行会社ハーベストホールディングスは格安の都市間バスツアーを主催していたぜ。そのツアーで実際にバスを運行していたのは千葉県の陸園隊という会社だ。運営自体は大阪の旅行会社が行っていて、実際にそのバス車両を持っていたのは千葉県のバス会社ってことね。そういうことだ。このバスツアーでは金沢富山関東間が片道3000円台という超格安で提供されていたぜ。乗客目線では嬉しい値段だけど、この後に事故が起きるってわかってるから怪しく見えちゃうわね。そうだな。次に事故が起きるまでの流れを解説していく。2012年4月28日の夜22時過ぎに出発したこのバスには45名の乗客と運転手1名、合わせて46名が乗っていたんだ。そして翌29日の早朝4時40分頃、緩やかな左カーブに差し掛かったところで事故は起きてしまったんだ。早朝の事故だったのね。ああ、運転手の居眠り運転によって、道路左側のガードレールにバスが接触、そのままガードレールの前方にあった金属製の防音壁に正面から突き刺さるような形で衝突してしまうんだ。ちょうどバスを正面から縦に二分するような感じで金属の板が 10.5 メートルも車体にめり込んだぜ。ひえ、ほとんど真っ二つじゃない。そういうことだな。明け方の運行だったから当然ながらシートを倒して眠っていた乗客も多かったんだが、突然の衝撃によって起こされて、次の瞬間には衝撃で床に叩きつけられたぜ。ちなみに亡くなった乗客のほとんどは圧死だったんだ。お悔やみ申し上げます。さて、ここからは事故が起きた要因について見ていくぜ。まず、運転手の男性についてだ。事故当時43歳だった男性は、1993年に来日した中国残留孤児の子で日本国籍を取得してはいたものの、日本語が不自由だった。だから日本語は簡単な会話しか通じず、逮捕後の事情聴取などにも通訳を必要とするほどだったぜ。日本語が不自由な中国人っていうのが事故の要因になるの？仕事がちゃんとしてれば国籍は関係なさそうに思うけど、仕事がちゃんとしていればな。乗客たちの証言によると、彼は出発後に頻繁に急ブレーキをかけたり、何度もカーナビを確認していたそうだ。ちょっと経験不足だったのかな？事故直前の休憩中には、うつ伏せの状態でハンドルにもたれかかって休んでいたという証言もあるぜ。ちなみに彼は人手不足の影響で単発の短期雇用として採用された人材で、今回の金沢便の乗務は初めてだったんだ。ああ、なるほど。初めての路線、それも大型車両の長距離走行、さらには不慣れな言語の道路標識やカーナビの表示。そういう要素が揃って体力の消耗も激しかったのかもね。そうかもな。ちなみに事故後、彼がバス4台の営業用ナンバープレートを所属会社の陸園隊名義で取得した上で、独自の野望で中国人観光客向けのバスツアーを無許可営業していたことが発覚してるぜ。別の野望で無許可営業？それはさすがにアウトすぎるわ。このため、彼は今回の事故で自動車運転過失致死容疑で逮捕起訴された後、道路運送法違反という別件の罪状でも再逮捕されてるぜ。順法意識があんまりないドライバーだったのかしら。あ、もしかしてツアーの運行料金が格安だった理由って、そこについては想像に任せるぜ。次にバスの運行会社陸園隊についてだが、まず事故を起こした運転手については休みを与えており、過労運転ではなかったと述べているんだ。会社側がドライバーを酷使したせいで起きた事故じゃないですよ。ってことね。ああ。ただ、事故後に国土交通省関東運輸局が実施した特別監査では、法令で禁じられている運転手の日雇いをしていた出発前の運転手の健康チェックや点呼を行っていなかった。シートベルトを整備していなかった予定時刻や休憩時間などを運転手に知らせる運行指示書を作成せずにバスを運行していた。などなど、事故につながる28個もの法令違反が発覚したぜ。
そして、これによって242点もの違反点数を受けることになったんだ。過労運転どころの騒ぎじゃないわね。というか、交通事故で242点って聞いたことないんだけど、どれくらいのヤバさなの？累積の違反点数が81点に達した時点で事業許可が取り消しになるぜ。242点となると、トリプルスコアだな。ぶっちぎりでアウトじゃない。しかも違反点数って、本来はちょっとずつ積み重ねた結果、その合計点数がラインに達してようやく違反ってのが普通でしょ。1回でトリプルスコアは尋常じゃないわよ。そうだな。このため、陸園隊は事故後に貸し切りバスの事業許可を取り消されて、その後に事実上倒産するぜ。当然の流れね。またそれとは別に、今回の事故を起こした運転手に対して会社の名義を貸して、無許可で営業をさせていたことが発覚したことで、同社の社長が道路運送法違反により逮捕されているな。ドライバーの独断じゃなかったってことね。会社もグルだったとは。ムカつく。そんなこんなで、事故から1ヶ月後に行われた被害者説明会では旅行会社のハーベストホールディングスの社長が土下座して謝罪したんだが、被害者家族や一部乗客は納得せず、怒号を浴びせ続けたそうだ。そりゃそうよ、全く家族が怒るのも無理ないわ。さて、事故後の展開だが、まずはドライバーの男性の顛末だな。2014年3月25日、前橋地裁は自動車運転過失致死、道路運送法違反などの罪で男性に対して懲役9年6ヶ月及び罰金200万円の有罪判決を言い渡したぜ。裁判中、ドライバーの男性は突発的な睡眠が事故の原因だったと主張して、被告弁護側もこれに相応な形で睡眠時無呼吸症候群の状態だったと弁明したぜ。睡眠時無呼吸症候群？睡眠時無呼吸症候群っていうのは眠っている時に呼吸が浅くなったり、少しの間完全に息が止まったりする病気だぜ。太っている人は体型的にこの症状になりやすくて、睡眠中に呼吸を補助する機械みたいなものを鼻と口に装着して寝たりするぜ。なるほどね。その病気だと事故を起こしやすくなってしまうの？この症候群の患者は、睡眠によってしっかりと体を休ませることができなくなるから、その影響が日常生活にまで現れることがあるぜ。さっきも話したように太っていることが原因で起きるという理解が一般的なんだが、それだけじゃなくて、脳や神経の異常で睡眠中に脳からの命令が行き届かなくなって発症する場合もあるんだ。太っている人に多い病気だけど、太っていない人でもなるってことね。そういうことだな。で、重要なのが、この睡眠時無呼吸症候群を発症した患者は、慢性的な睡眠不足状態に陥ってしまうってことだ。そのせいで、集中力や記憶力が著しく低下したり、日中にもかかわらず強い眠気を感じたり、ひどい時には何の前触れもなく急激な眠気が襲ってきてそのまま寝落ちしてしまうこともあるぜ。なるほど。つまり注意不足で居眠り運転したんじゃなくって、そういう病気のせいで予測不可能な眠気に襲われたってことが言いたかったのね。そういうことだ。だが、残念ながらこの主張は受け入れられなかったぜ。まず、運転中の居眠りが注意不足ではなく、睡眠時無呼吸症候群による回避不可能な眠気が原因だったと証明する方法がなかったんだ。まあ、そりゃそうよね。後から何とでも言えるもんね。その上で、防音壁に衝突するより前から蛇行運転や極端な加速減速を繰り返していたことが明らかになったからな。事故の瞬間だけ急激に眠くなったんじゃなくて、そもそもその前から運転がおかしかったってことね。そうだな。このため、激しい眠気を感じていたのにもかかわらず運転を継続して、事故の発生を未然に防ぐ注意義務を怠ったという判断が下されたぜ。それが10年近くの懲役と罰金に反映されたんだ。裁判の他に社会的な影響とかはなかったの？もちろんあったぜ。この事故がきっかけとなって、高速ツアーバスそのものが廃止されることになったんだ。高速ツアーバスが廃止？めちゃくちゃ影響を及ぼしてるわね。そもそもツアーバスというのは、旅行会社が貸し切りバスを借り上げて運行する形式なんだ。なるほど、旅行会社が発注者なのね。ああ、ツアーバスは価格の安さもあって、お盆や年末年始の帰省客、あとは冬季のスキーシーズンの旅行客を中心にありがたい存在として受け入れられていたぜ。私も使ったことあるけど、安くて便利だもんね。そうだな。だが、このツアーバスにはある問題があったんだ。ある問題？立場の強い旅行会社が、バス会社にコスト削減を強要してたんだ。その影響で過労運転や過密な運行スケジュールが発生していたぜ。へぇ、闇が深そうね。ああ。ちなみに2009年3月に総務省が行ったアンケート調査では契約先から運賃や無理な契約内容を要求されて、それが原因で事故や違反になったことがあると答えた貸し切りバス事業者が150社以上もあったぜ。ひどいわね。旅行会社の方が立場が上だから、バス業者は強く言えなかったのね。そういうことだな。
バス運転手の労働環境についても、1日あたりの拘束時間に違反したことがある運転手は全体の 60% 以上、1日あたりの休息時間については3人に1人が日常的に違反していたぜ。ブラックすぎるわ。1日あたりの運転時間に至っては運転手の8割近くが違反してたからな。かなりひどい業界だぜ。休憩はちょっとしかもらえないのに、長時間の運転を強要されて、しかも運転以外の拘束時間も長いって、ひどすぎるわ。このため、もともとツアーバス業界について安全面を不安視する声が上がってたんだ。だから国が勧告を行って、業界全体のブラック体質を是正するように努めていたんだが、そんな矢先に起きたのが今回の居眠り運転事故だったぜ。そもそもバス会社は過労運転ではなかったって主張してたけど、それどころじゃないレベルの法令違反を犯していたわよね。もろもろの違反もツアーバス業界全体の闇によって生まれたのかしら。業界全体の闇だったのか、単にこの会社が悪かったのか、そこは定かじゃないな。だがタイミングがタイミングだったから、国土交通省は大急ぎで過労運転防止のための検討会を実施したり、バスの運輸規則を厳格化したり、とにかく対応に追われたぜ。なるほどね。もともと、高速バスには今回のように旅行会社が運営する高速ツアーバスと、路線バス会社が運営する高速乗り合いバスの2種類があったんだ。どちらも利用客にとっては同じようなものだから、競合するケースも多かったぜ。同じようなものが2つもあったら揉めそうよね。ああ。このうち今回の事故のような高速ツアーバスは規制が確的緩くて、安価なコストで運営することができたんだ。だから、多くの業者が利益を得ようと参入して、しわ寄せがバス事業者へと降りかかったんだ。コスト削減のための無茶ぶりを食らったってわけだな。少しでも利益を増やそうとして、必要なコストまで削減しちゃったのね。そういうことだ。このため、制度の改正を受けて、従来の仕組みが廃止されて、新しく新高速乗り合いバスという制度が導入されたんだ。新高速乗り合いバス？何が変わったの？この新制度では、従来のツアーバスの長所であった価格設定の柔軟さなどがそのまま取り入れられた上で、法令遵守に関してより厳しい基準が設けられたぜ。厳しいルールが作られたのは利用者から見れば安心ね。そうだな。こうして旧来の高速ツアーバスは、2013年7月末の新高速乗り合いバス制度の施行に伴って日本から姿を消すことになったぜ。今回の関越自動車道高速バス居眠り事故が行政の介入を一段と早めたわけだな。最後にこの事故から得られる教訓と対策だが、まずは睡眠時無呼吸症候群についてだ。でも今回の事故ではそれが原因かはっきりしてないんでしょ？そうだな、今回の事件においては直接的な原因ではないという判決が下ってるぜ。だが、もしドライバーの男性を信じるなら、一因ではあったかもしれないからな。なるほどね。もし気になる人がいたら、一度お医者さんにかかってみてほしいわね。ああ。そもそも、睡眠時無呼吸症候群は、神経の異常とか肥満が原因で発症するからな。この原因を根本的に治療しないと、睡眠不足以外にも、別の大きな病気や事故に発展してしまう可能性があるぜ。確かにその通りね。睡眠時無呼吸症候群を治療すると、どういう変化があるのかしら？睡眠中の呼吸が改善されて、普段の思考がクリアになったり、集中力が高まったっていう声も多いぜ。そのメリットは大きいわね。そうだな。もう一つの教訓は睡眠中の居眠りの予防をすることに尽きるな。絶対やっちゃダメだってわかっているけど、車を運転したことがある人なら一度や二度は経験がありそうね。車を運転すると事前にわかっているなら、前日は適切な睡眠を心がけてほしいぜ。あとは、運転中に激しい眠気を感じたら無理せず車を駐車場に止めて、仮眠などを挟むことが大切だな。安全第一で運転してほしいわね。そうだな。というわけで、今回の話はここまでだぜ。マリサ、週末の観光ツアー楽しみね。そうだな。週末の天気はちゃんとチェックしたか？特にしてないわ。でもバス旅行だし、あんまり天気は関係ないんじゃない？いや、天気はきちんとチェックした方がいいぜ。台風やゲリラ豪雨が発生してもおかしくないしな。ちょっと気にしすぎじゃない？そんなことはないぜ。しかも今回は山を通るルートだし、大きな川も渡るよな。確かそうだったと思うけど。1968年に観光バスが土石流に巻き込まれて、104人が死亡した事故があったんだぜ。かなり昔の出来事ね。初めて聞いたわ。50年以上も前の事故だし、知らなくても無理ないな。この事故は日本における最悪のバス事故と言われてるぜ。最悪のバス事故？ちょっと怖くなってきたわ。この事故の要因は予期せぬ集中豪雨だったとされてるぜ。だから事前に天気予報を確認しておくべきだと思ったんだ。なるほどね。どんな事故だったのか詳しく知りたいわね。
それじゃあ今回は飛騨川バス転落事故について解説するぜ。よろしくお願いするわ。この事故は1968年8月18日、観光バスが岐阜県の国道41号を走行してる最中に起きたぜ。観光バスが集中豪雨に伴う土砂崩れに巻き込まれて、増水した飛騨川に転落したんだ。観光バスってことはかなり大きいわよね。それが川に転落したなんて怖すぎるわ。そうだな。バスには乗員乗客合わせて107名が乗っていたんだが、そのうち104名が亡くなったぜ。助かったのは3人だけってこと？そういうことだな。じゃあここからは、ツアーの概要について解説していくぜ。事故に遭ったのは乗鞍雲上ファミリーパーティーというバスツアーの参加者だったんだ。ふむふむ。このバスツアーには名古屋市内の家族を中心に、750人以上が参加していたぜ。バスツアーに750人以上？すごい数ね。ツアーの目玉でもある乗鞍岳からのご来光が手軽に楽しめることもあって、主催者が想定していたよりもはるかに多くの申し込みがあったぜ。でも750人以上のバスツアーってすごい規模になりそうね。ツアー用のバスは15台も用意されたんだ。そして乗客たちは1号車から16号車までのバスに分乗することになるぜ。え？ 15 台のバスなんだから、最後尾は15号車じゃないの？普通に数えるとそうなんだが、バス会社は弦を担いで4号車を欠番としたんだ。弦を担いだのに事故に遭ってしまったのね。そういうことになるな。次にツアーの流れを解説していく。15台のバスは名古屋市内でそれぞれ乗客を拾って、21時30分に愛知県犬山市内の駐車場に集合。その後、乗客を小休止させた後、22時に乗鞍岳に向かって出発。そしてバス内で車中泊をして、翌4時30分に山頂でご来光を見た後、夕方には名古屋に帰り解散、という流れだったぜ。バスで車中泊？スキーツアーでもないのに珍しいわね。確かにそうだな。だが当時は一家に一台の車があるのも夢のような時代だったし、車中泊なら宿泊代もかからないから、金銭的にも参加しやすかったんだろうな。なるほど。確かに車中泊のツアーって安いものね。ちなみにこのツアーは人気の定番コースで、ベテラン運転士からしたら慣れた工程だったぜ。主催者としても楽なツアーと考えていたようだな。通い慣れてたのに事故が起きたってこと？そういうことだな。いろんな不幸が重なって大事故につながったぜ。それで結局なんで事故が起きたのよ。事故の詳しい経緯を解説する前に、当日の気象状況について補足しておく必要があるぜ。気象状況？そういえばさっきも天気を気にしてたわね。ツアー出発日の8月17日の名古屋周辺は、台風の影響で朝から雨が降る、ぐずついた天気だったんだ。朝の時点では気象台から大雨洪水雷雨注意報も発令されてたぜ。なるほど。天気が良くなかったってことね。ところが午後になって雨が小降りになったこともあって、夕方にはこの大雨洪水雷雨注意報が一旦解除されたんだ。そして出発直前の19時に発表された天気予報でも、天気はこのまま回復して、晴れるだろうと報じられていたぜ。なるほどね。それなら出発しても良さそうね。ちょうどその頃、台風は北海道西側の沖合で温帯低気圧に変化したぜ。台風自体は去ったってことね。よかったわ。ああ。ただ、台風の影響で太平洋側から湿舌が入り込んできたぜ。湿舌？湿舌っていうのは、暖かく湿った空気を表す気象用語だな。梅雨とか真夏に現れることが多いんだ。それで、その湿舌があるとどうなるのよ。湿舌が発生すると、大気の状態が非常に不安定になるぜ。簡単に言うと、ゲリラ豪雨が発生しやすくなるってことだな。なるほど。台風が去っても天候が完全に回復したわけではなかったのね。その通りだ。だから、ツアー主催者は出発直前の19時に、岐阜の気象台へ電話で天候の確認をしたんだ。標高の高いところに乗客を案内するわけだし、天気には敏感になってたんだろうな。ちゃんと確認したのね。それでどういう回答だったの？気象台からは何の警報も出ていなかったぜ。なので予定通りツアーを決行することにしたんだ。警報が出てないなら安心ね。そうだな。ところがそこから天候は急激に悪化して、気象台は20時に雷雨注意報、22時30分には大雨洪水警報を出すんだ。ただ、ツアーの主催者はこの気象情報をリアルタイムで知ることができなかったぜ。当時は今と違ってスマホとかもないし、突然発表された情報を知るのは不可能だったでしょうね。そういうことだな。
ただバスツアーは欠航されることになったから、乗客は予定通り、21時30分に一旦全車両が集合した後、22時に犬山市内の駐車場を出発、乗鞍岳に向かい始めたぜ。そして23時30分頃、美濃加茂を通過したあたりで激しい雷雨に遭遇するものの、ほぼ定刻通りに、途中休憩するための駐車場があるモーテル飛騨に到着。雨は降っていたものの、運転手たちにとっては慣れた道だったし、ここまでは特に問題なく走ってこれたんだ。今のところは予定通りってことね。そうだな。ただ、モーテル飛騨に着いた頃には雨の勢いも増してきて、毎時50ミリ以上という猛烈な豪雨になっていたぜ。それに加えて、これから向かう中山七里という渓谷で土砂崩れが発生しているという情報が対向車の運転手から入ってきたんだ。土砂崩れ？まさかそのまま進んだりしないわよね。ああ、主催者とバス運転手が協議した結果、これ以上の運行は危険であると判断したぜ。そして、ツアーは1週間延期して名古屋に帰ることを決断したんだ。楽しみにしてた人も多かっただろうけど、さすがに仕方ないわね。こうして一行はツアーを断念、通ってきた道を引き返すことになるんだが、それが悲劇の始まりになってしまうぜ。ここまでは事故が起きそうにない展開なのに。そうだよな。ただ、突然の激しい雨がさっき通ってきた道路を危険地帯に変貌させていたんだ。そんな中、日付が変わった8月18日、ツアーバスは、1号車から7号車を第1グループ、8号車から16号車を第2グループとして、雷雨の中、名古屋への帰路に着くことにするぜ。だんだん危ない気配がしてきたわね。0時18分、ツアー一行は、引き返すことにした地点から10キロほど進んだ、JR 白川口駅あたりで、飛騨川の水位を監視していた地元の消防団に遭遇したんだ。すると、5号車の運転手が、この雨量では危険だから、運転を見合わせたらどうか、と言われたぜ。なるほど、地元の消防団から注意されたのね。そうなんだ。だが正式な通行規制が敷かれているわけではなかったし、1号車から3号車はすでに先に進んでいたこともあって、結局5号車以降の第1グループのバスはそのまま名古屋に向かうことにしたぜ。第2グループの車両はどうしたの？8号車を先頭とする第2グループは、消防団の警告に従って駅前の広場で豪雨をやり過ごすことに決めたぜ。第1グループと第2グループで完全に分かれちゃったのね。そういうことだな。そして、先頭を走っていた1号車が小規模な崩落現場に遭遇するぜ。ただ、この地点からは、豪雨とはいえ順調に走れば2時間程度で名古屋に到着できる距離だったから、運転手や添乗員たちはずぶ濡れになりながら、道路を塞いでいる土砂をスコップで除去、無理やりバスを発車させたんだ。乗客たちを早く家に帰したいっていう気持ちもあったのかな。確かにそうかもな。しかし、ここでまた想定外のことが起こるんだ。そのまま名古屋に向かって順調に進めると思いきや、今度は神谷荘ダムを過ぎたあたりで大規模な崩落事故が生じていたんだ。この崩落は道路を完全に分断していて、結局第一グループも白川口駅まで引き返すことを決めるぜ。さっき消防団に注意された場所ね。そうだな。ところが、引き返そうとした現場には大型トラックが左車線を塞ぐ形で立ち往生していて、バスは方向転換ができなかったんだ。そこで仕方なくバックで移動を開始することになるぜ。大型バスをバックで移動させるの？雨で視界も悪いだろうし怖いわね。走行していると、先ほど通過した神谷荘ダムの手前の場所でも崩落が起きてしまうんだ。結果、第一グループの車両は前にも後ろにも進めず、完全に立ち往生することになる。嫌な予感がしてきたわ。そこで、各バスの補助運転手は車外に出てバスのヘッドライトを外して崖に向けて照射、崖からの土砂の警戒に当たっていたぜ。当時のバスは、非常時に備えてヘッドライトを外せる仕様になっていたんだ。なるほど、危険を回避できるよう注意してたのね。その通りだ。そして3号車の運転手は5号車に、6号車の運転手は7号車に移って、この後の対策を協議していたんだが、この移動が運命を大きく変えることになるぜ。土砂崩れが起きるのね。ああ、立ち往生から40分ほど経過した2時11分、高さ100メートル、幅30メートルの土砂崩れが発生、轟音を放ちながら5号車と6号車に直撃。ひえー、そんな土砂崩れに飲み込まれたらひとたまりもないわ。直撃を受けた5号車と6号車は、15メートル下の飛騨川に転落。事故後、7号車に乗っていた乗客の一人が、
5号車と6号車がバスの赤いテールランプを点灯させながら崖の下を流れる飛騨川に落ちていったと証言しているな。怖すぎる。だが5号車の運転手は奇跡的に生還するんだ。転落の途中で割れた窓ガラスから投げ出されて、たまたま木に引っかかったらしい。この運転手はバスが転落した瞬間の子供たちの叫び声が耳から離れないと証言しているぜ。まさに地獄絵図ね。結果的に5号車と6号車に乗っていた107名のうち、104名が命を落とす大惨事になったぜ。この中で助かったのは、5号車の運転手、添乗員14歳の男子中学生のわずか3人だけだったんだ。たった3人だけ。事故直後、現場には立ち往生していたバスやトラックなど約30台の車がいたんだ。彼らは比較的安全だと思われる場所に移動した後、その中の4人の運転手が救助を求めるために、事故現場から上流900メートルにある神谷荘ダムの見張り所に向かったぜ。ただ、その途中にも崩落現場が複数あって、それに事故が起こったのは深夜だったから、見張り所に進むのは困難を極めたぜ。見張り所にはたどり着けたの？ああ。彼らが見張り所にたどり着いたのは、事故発生から3時間ほど経ってからだったんだ。そして見張り所から警察署に事故発生の報告がされたぜ。警察に報告が行くまで3時間もかかってしまったのね。そういうことだな。そして8月18日の日中には天候は回復して、地元白河町の派出所員や警察署員、県警の機動隊員、そして自衛隊員が加わって、本格的な救助活動が始まったんだ。かなり大掛かりな救助活動になったんでしょうね。そうだな。ところが事故現場付近は険しい峡谷で、100名を超える乗員乗客の安否はもちろん、バスを見つけることすらできなかったぜ。遠くまで流されちゃったのかしら。ああ。事故翌日の8月19日、転落現場から約300メートルの下流で5号車が押しつぶされた状態で見つかったぜ。砂だらけの車内からは3名の子供の遺体、そして周辺から23名の遺体が発見された。だが、6号車とその乗客たちは見つからなかったんだ。え、6号車は見つからなかったの？そもそも現場となった飛騨川は、日本でも有数の急流なんだ。それが豪雨によって一層激しくなってたから、救助活動は難航したぜ。確かに天候が良くなっても、川の流れが激しいんじゃできることは限られてるかもね。そうだな。こんな状況で6号車を見つけるにはどうすればいいと思う？え、全く想像がつかないわ。どこかに流れ着くのを待つしかないんじゃない？普通はそう思うよな。だが、当時の自衛隊は川の水位をゼロにする、水位ゼロ作戦を決行するぜ。川の水位をゼロに？そんなことできるの？ああ。神谷荘ダムとそこからさらに上流の名倉ダムを使って、飛騨川の水位をゼロにすることができたんだ。ただ、もちろんずっと水位をゼロに保てるわけではないから、水が引いたわずかな時間で行方不明者を探すことになるぜ。で、作戦はうまくいったの？8月22日の午前8時に作戦が決行されると、予定通り飛騨川の水位はゼロになった。そして転落地点からおよそ900メートル下流の川底で、6号車が半分砂に埋まった状態で見つかったんだ。川底で半分砂に埋まった状態？普通に探しても見つからないわけね。遺体はちゃんと回収できたのかしら？いや、6号車の乗客の遺体は子供一人のものしか見つからなかったんだ。え、他の人たちは？転落の衝撃と川の濁流でバスの外に流されてしまったんだ。その後も捜索は続けられて、最終的に自衛隊員や、警察、消防、バス会社など、9月15日までに延べ3万6683名が投入されたぜ。すごい規模の捜索活動だったのね。行方不明者の数も多かったからな。それでも遺体は見つからなかったの？いや、遺体は着実に見つかっていったぜ。だが、死者行方不明者104名のうち、最終的に9名の遺体が未回収となっている。遺体が見つかったとはいえ、中には腕だけのものもあったと言われてるな。恐ろしいわね。そもそもどうすればこの事故を避けれたのかしら？一番は集中豪雨の気象情報をしっかり入手しておくべきだったってことだな。ただ、当時はリアルタイムで気象警報を知る手段がラジオだけだったから、それも難しかったぜ。ラジオは使えなかったってこと？そうだな。事故現場付近は山間部でラジオの受信状態も悪かったし、深夜のバスでラジオをつけると寝ている乗客を起こしてしまうから、ラジオは機能してなかったぜ。確かに深夜バスでラジオをつけたらクレームが来ちゃいそうね。あとは、地元消防団の警告を聞かずに運行を続けた運転手の責任もゼロではないな。
確かに第二グループのように待機していれば、ここまで悲惨な事故は起きなかったかもね。この事故を受けて、全国では一斉に道路防災総点検が実施されることになったんだ。ラジオでよく聞くやつね。また、大雨によって落石などの災害が起こる可能性がある道路を、安全だと判断されるまでは前もって通行止めにする、雨量規制も導入されたぜ。同じような事故が起きてほしくないものね。その通りだ。当時の技術だと豪雨の予想は難しかったんだが、前もって通行禁止などの措置を取らなかった国にも責任があるとされているぜ。ということで、今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回は昨年8月に起きた名古屋高速バス横転炎上事故を紹介するぜ。これまたかなり最近の事故だね。ああ、視聴者さんの中にも事故について覚えている人はいるんじゃないかな。高速道路の出口でいきなり方向転換して分離帯にぶつかったんだよね。それまでは特に運転に違和感がなかったはずなのに、急にそこで変な挙動したみたいなのをニュースで見たよ。バスの事故で言うと、少し前に運転手の過酷な労働環境などが頻繁に取り沙汰されていたからな。業界全体の人手不足に、それを補おうとして過密なスケジュールが組まれるが、それをこなさないと家族を養えないという給料の低さもあり、それゆえに運転手の疲労が加算で、単純な運転ミスで大事故に発展するという例が何件も起きたんだ。それで言うと、今回の事故はどうだったの？経緯だけ聞く限りだと、運転手さんの判断ミスっぽいけど。それが、運転手の方もこの事故で命を落としているから、主観的な情報はわからないんだ。おう。ただ、職場の評価で言うと、運転手の方はきっちりと仕事をするタイプだったらしい。遅刻や無断欠勤などはなく、急な空きが出ても率先して手を挙げるなど、勤務態度も真面目だった。人柄だけで判断するなら、普段から危険な運転をしていたとはちょっと考えにくいね。一方で、バス会社の関係者からは慢性的な人手不足だった、という証言が寄せられている。いつも真面目で率先して仕事を引き受ける運転手さんと、人手不足の職場か。事故の原因がどっちにあったかって考えると、やっぱり怪しいのは後者だよね。今回の動画では、こういった事故の背景なども含めて紹介していきたいと思っている。だがまずは、事故の全体像から見ていくことにしようか。2022年8月22日午前10時10分頃、愛知県名古屋市北区にある名古屋高速11号の小牧線豊山南出口付近で、走行中の1台のバスが中央分離帯に接触するという事故が起きた。このバスは、愛知県小牧市に拠点を置く青い交通株式会社の空港連絡バスで、当時は県営名古屋空港へ向かっている途中だった。中央分離帯に接触したバスはその後に横転して炎上。これによって運転手を含む2名が死亡し、7名が負傷するという事態になった。空港連絡バスってことは、普段からその道を行ったり来たりしているってことだよね。決まった道を走るバスの運転手さんが、道を間違うっていうことは考えにくいけど。まずは事故の周辺情報を見ていこう。今回のバスを運行していたのは、2022年の3月から営業を開始した新しい営業所だった。7月には国土交通省による監査を受けたものの、この時点では特に違反などはなかったという。ぶっちゃけ言うと、少なくとも普段から違反が横行しているようなヤバいところではなかった、ということだね。ただ青い交通全体で見ると、過去に何度か違反を起こして行政処分を受けている。目立つところで言うと、大量の車検切れのバスをそのまま使っていたり、運転手の勤務時間違反があったり。あらら。地元の人々の生活を支えている一方、管理が間に合わず、職員や車両にしわ寄せがいっている感じかな。また今回の事故を受けて、SNS では青い交通のバスの運転に関するネガティブな意見がいくつか投稿された。ネガティブな意見。地元では暴走運転で有名な会社だ、とか、スピード出しすぎは当然として、停止線の無視や蛇行も頻繁にある、みたいなのだな。あくまで投稿された方の主観に基づく口コミレベルの情報だから、どこまで信じるべきかはちょっと気をつけたいところだが。でも、もしも本当だとしたらちょっと問題だよね。一般車両でも十分やばいけど、バスみたいな複数のお客さんを乗せた大型車両でそういう運転って。それに、さっきの車検切れとか勤務時間違反で行政処分を受けたって話と合わせると、あんまりルールを守る意識がないのかなって印象を受けてしまうわ。ただ、これについては青い交通がどうこう言うよりも、名古屋の運転マナーが総じて悪い、という指摘もある。
名古屋走り、なんて言葉もあるくらいだからな。名古屋走り。信号無視に速度超過、ウィンカーなしの車線変更、右折フェイントなど、違反のオンパレードが特徴の荒い運転のことだそうだ。特に、今回事故のあった名古屋高速では、猛スピードで車間距離を詰めてきたり、ギリギリの追い越しなども頻繁にあるという。もちろん、名古屋のドライバー全員がそうではないだろうが。個人で善良なドライバーがいるとしても、平均点が悪すぎるのね。もし名古屋近辺で運転した経験のある視聴者さんがいたら、実際はどんなものなのか、良ければコメント欄で教えてほしいぜ。ともあれ、ここからは事故そのものの経緯について見ていこう。高速道路の出口で突然方向転換して、分離帯に接触したって話だったけど、なんでそんな急に方向転換したんだろう。どうしてそうなったのか、本当のところは亡くなった運転手本人にしかわからない。もしかしたら、名古屋走りの危険な他のドライバーを避けようとしたのかもしれないし、単純に疲労などが原因で集中力が低下していたのかもしれない。ひとまずわかっている範囲で、当時の状況や目撃証言などを見ていくとしよう。そもそもなんだけど、高速道路の出口で急に方向転換したっていうところまでは知ってるんだけどさ、具体的にどういう方向転換があったの？乗客や近くを運転していたドライバーによれば、バスは高速道路の出口に向かっていたが、分離帯が間近になったところで急に本線に戻ろうと向きを変えた。そうだ、道を間違っていたことに気づいて戻ろうとしたのかな。いや、目的地の名古屋空港に向かうためにはこの豊山南出口で高速道路を降りる必要があるそうだ。つまり、正しい道を選んで進んでいたにもかかわらず、なぜか元の道に戻ってきたってことか。繰り返しになるが、急に本線に戻ろうとした理由は明らかになっていない。ただ、一つ現場の情報を付け加えると、この豊山南出口というのは高速道路の右側にあった。右側っていうと、追い越し車線側だね。大抵は左側が出口になっていることが多いんだけどな。この場合は、追い越し車線に車線変更してから降りるということになる。他にも名古屋の高速道路は、普通の高速道路とは違う初見殺しなポイントがいくつかあるという。運転マナーが悪いと言われている地域の初見殺し高速道路で、追い越し側から降りるのか。それはちょっと怖いなぁ。メディアによっては、この特殊な高速道路の構造が事故の一因になっているのでは、という指摘もあった。ともあれ、事故の経緯に戻ろう。急に本線に戻ろうとしたバスは、戻りきれずにそのまま中央分離帯に接触する。ちなみに、この時ブレーキを踏んだような減速や摩擦音などはなく、現場のアスファルトにもタイヤの跡などは残っていなかった。それもまたおかしな話だね。中央分離帯に接触したのは車体の右前方、それからバスの右の車輪が浮き上がって、左に倒れたという。その後間もなく、バスからは黒い煙が上がり始め、現場に居合わせた人々による救助や消火活動などが行われた。負傷した乗客は、バス最後部の割れた窓からどうにか脱出したが、運転手を含む二人が亡くなった、って話だったね。うむ。車内に残された遺体は損傷が激しく、性別すらもわからないほどだったが、DNA 鑑定などによって身元が判明した。うち1名は名古屋空港の管理運営を行う会社の社長さんで、通勤のためにバスに乗っていたところだった。もともと前方の座席に座っていたはずだが、発見箇所は車内後方で、脱出をしようとしている間に力尽きたものと思われる。不運としか言いようがないわ。もう1名は言わずもがな、この空港連絡バスの運転手で、前の会社と合わせると運転歴約10年にもなるベテランの運転手だった。安全管理の意識が高いことで評判で、入社以来事故や処分を受けたことはなく、持病や健康診断の異常もなしという健康そのものだった。名古屋空港へと向かう道についても、2019年1月の入社からずっと担当していた、慣れ親しんだルートのはずだった。ますますどうしてこんな事故を起こしてしまったのかわからない。あ、そういえば、ドライブレコーダーとかは残っていなかったの。残念ながら、バス本体のドライブレコーダーは消失した可能性が高いそうだ。映像を外部のサーバーに記録するクラウド型ではなく、本体の SD カード内部に記録するタイプだったので、バス本体側の映像記録は確認できない状態ということになる。ダメか。だが、後続車のドライブレコーダーには、このバスの事故前の走行中の姿がバッチリと残されていてな。おう、何か重要な情報はあるかな。
これによると、事故現場の数百メートルほど手前からバスがふらついて、車線をはみ出すなどの不安定な走行をしていたという。口頭の証言だと、急にハンドルを切った、って話だったけど、映像にはちゃんと異常の兆候は残っていたのね。先ほど、運転手の健康状態は良好だったと話があったが、何か記録には残らない、突然の異変があった可能性が考えられるな。そういえば、現場にはブレーキ痕がなかったって言ってたよね。うむ。もしも意識がある状態で、自身が運転中の車が前方の障害物と衝突する危険がある場合、防衛本能が働いてブレーキを踏むはずだ。ブレーキを踏む代わりに急ハンドルを切った、ってことなのかな。ともあれ、運転手の急な病気や異常の可能性は十分にあるものの、愛知県警は、ひとまずは過失運転致死傷などの容疑で捜査を行ったとのことだ。まあこればかりはしょうがないね。その後、この事故は運転手を容疑者死亡のまま書類送検し、その後に名古屋地検が不起訴処分とする、という形で決着となった。事故後は、青い交通のバスの運転が荒いことや、過密なスケジュールで運転手の休憩時間がほとんどなかったことなどが取り沙汰されたが、結局、それがどう今回の事故につながったのか、あるいは関係ないのかもわからないままだ。なんとも見えきらないな。今回は悲惨すぎるバスの大事故を一気見で解説させてもらったぜ。なんともまあひどいものばかりだったわね。みんなは、今回の動画についてどう思った？良ければ意見や感想をコメント欄に書いていってね。ぜひともお願いするぜ。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。イラストはメンバー限定投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。